Here in this video, I would like to explain about Hiroshi Hayashi's two theories, Line Territory Theory and Platform Theory in NESCA, with which you may acquire the knowledge to understand their or E.T.'s pattern of thinking better. ラインテリトリー理論とプラットフォーム理論を説明します ET たちの思考回路を理解するのに大変役に立つ2つの理論です広浜松市、Japan、まずラインテリトリー理論について説明しておきます 人間の場合、テリトリー、つまり領土を決める場合には面積を言います。例えば、ここは私の領土だとです。そして、領土を広げていきます。これが人間の領土感覚といいますか、えー、テリトリー理論ということになります。が、一方、ET たちは人間とは少し違った考え方をしているようです。つまり、ラインが 彼らのテリトリトーとということになりますで、この黄色い線をまず決めるわけです。そして、この黄色い線上に自分たちの拠点を作っていきます。グリーンのライン、ブルーのラインと決めるわけです。そして、この今言いましたように黄色い線上に自分たちの拠点を作っていきます。ですから、同じ地域の中に全く一室の拠点ができるということもあります。 まあこれが ET たちのテリトリー感覚なんですね。そして、この赤い線をまた別に引いて、この赤い線の上に自分たちの拠点を築いていきます。つまり、この線が彼らの拠点ということになります。理由は簡単です。彼らは距離のない世界に住んでいます。また、距離をはあまり意味がありません。これがライン・テリトリー理論です。 そして上が ET たちのテリトリー感覚そして右下が人間たちのテリトリー感覚ということになります次にプラットフォーム理論について説明しますナスカ高原ですナスカ高原には無数の直線つまり滑走路があります合わせて 多くのプラットフォームが書かれています。この線は私のテリトリーだ。この線は私のテリトリーよ。この線は私のテリトリーだ。というようにして、決め、そのテリトリー上に自分たちの拠点を築いていきます。そして、それぞれのラインは関係性のあるプラットフォームに集まっています。1つの例を 皆さんにお見せします。中央に十字形のプラットフォームがあります。このブルーのラインはプレハビヘア、ルンビニ、ラホール、アテネ、それからオリンピアを通ってきた線です。黄色い線は西安の西30キロにあります平和洋から引いてきた線です。そして横のグリーンの線はアユタヤから引いてきた線です。この3本の線はこのプラットフォームに集まります。 つまり、それぞれに関係しているということですね。つまり、どれも彫刻に関係があるということになります。ギリシャ彫刻ですね。ガンダーラブツ。そして上が平和用の兵士たちです。そして右下がアユタヤの彫刻ということになります。つまり、関係性のあるラインは一つのプラットフォームに集まります。これが 林博のプラットフォーム理論です。もう少し掘り下げて考えてみます。ナスカ高原に戻ります。そして ET がまず自分たちのプラットフォームを決めます。あれは私のプラットフォームだ。 これは君のプラットフォームだ。そしてそのプラットフォームから直線を引きます。ラインテリトリーによる直線です。そしてその線そのものがテリトリーだということになります。そしてその線上に自分たちの拠点を築いていきます。これは僕のテリトリーだ。暦列席をこの上に作るぞというような感じです。一つの例をお見せします。 ここにこのようなプラットフォームがあります。このプラットフォームにもたくさんの線が集まっています。つまりこのプラットフォームそのものがテリトリだということになります。そしてこうして線を引いて調べてみます。まあ、このように線が引けるということですね。林博士のナスカ理論を思い出してください。一つの滑走路は多くは、 3つの方向を示すときには中心にマウンドを置きます。ともかくもラインがこのように集まっているということですね。で、このラインを伸ばしていって、そして自分たちのテリトリーを決めるということになります。ですから、同じプラットフォームには先ほど見ましたように、同じような性質を持った拠点が集まるということになります。 ここは私のテリトリーだ。私のプラットフォームだ。というようにです。別の例を皆さんにお見せします。この部分を切り出して、そしてこのプラットフォームのラインを検証しています。ポケケアからのラインです。 ジャール平原からのラインです。ですから、2つは区別がつきませんね。そして、シオリア。ウスツ・アバンカンスキーの列席です。そして、エーブベリーの列席です。区別がつきませんね。そして、横がモレーのラインです。ウスツ・アバンカンスキーとエイブベリーはですね、軽度差にしてちょうど90度というのも大変興味深いと思います。 つまり、どれもロックカレンダー。暦列席というわけです。ライン理論について簡単に説明します。まず、皆さんをイースター島に案内します。偶然ではありえないということを原因にして、偶然ではないということを 説明すするのがライン理論ですそのイースター島からブッダの生まれ故郷と言われているルンビニに線を引いてみます。右下の黄色い線に注意してください。イースター島から引いてきた線です。その線は寸部の狂いもなく、このルンビ,ルンビニの遺跡の横線を横切ります。もう一度やってみますから、注意深くご覧ください。寸部の狂いもなく、 この横線を横切ります。これが事実です。そしてそのルンビニから今度はカーバ、メッカカーバに線を引きます。中央にキューブが見えます。この赤い線がルンビニから引いてきた線です。先ほどのイースターとルンビニラインとルンビニ カーバーラインは真一直線です。ルンビリでのエラーは1 0メートル1 0メートル以内です。真直線です。地球規模で考えるならありえない偶然ということになります。つまり偶然ではないということになります。上がイースター島です。イースター島から引いてきた線です。そして、 ルンビニの横線と寸部の狂いもなく重なってその直線は新直線でカーバーへと向かいます偶然ではありえないということでこれらは関連性があると私林博史は判断しましたそれがライン理論ということになります2015年5月に発表した 動画をそのままま紹介します。ちょうど1年前の動画ということになります。h e l l o This is Hiroshihaya Shi, h a m a m a City, Japan.Line Territory Theory of ETs.Lines themselves are their territory. Here, in this uh, video clip, I would like to explain E.T.'s concept of territory, which is quite different from that of humans. First of all, we must keep it in our mind that E.T.'s live in the outer space where distance means nothing, but more importantly, they use time and directions wherever they go on the earth as well as in the space. For example, they say like this way among them, 25 seconds to the Earth by light speed, or 25 seconds at the angle of 120.8 degrees to the Mars. Eventually, it is have got a different idea about the distance, or they don't care about the distance, since they use such and such craft, which can fly as fast as light in space. A distance means nothing for them, or, for humans as well in the near future for the space travel. Then just imagine what the territory is for ETs, or just know what the territory is for humans. For humans, area or space where we live is our territory, but for ETs, lines themselves are their territory. Most probably they say in this way too. When they fix the territory. This is my line, and that is your line, which indicates that area along the line is mine or yours. Here in this video clip, I show you three cases for examples with which I would like to explain how I came to find the line territory theory of ETs being based on my line theory, and this is why the same ETs. Begin in Japanese. どうして遠く離れた場所でかつ同じ線上に極めて類似した遺跡があるのか同じ ET が絡んでいるからそうなったと考えるのが自然だが こうした遺跡は別のコンセプトを持った遺跡と混在することが多い。なぜか、なぜか。そこで説明したいのが ET のラインテリトリー理論ということになる。人間にとってテリトリーというのは面積ということになる。行動半径が限られているからである。地上に住んでいるからである。が ET にとってテリトリーというのは線そのものを言う。これが私の線。あれがあなたの線と。 その線上に ET たちは自分好みの文明や文化を築き上げていった。またそう考えることによって先の謎が解ける。例えば4000キロも離れてバーミアンとウンコウの遺跡は全く同じである。区別がつかない。がその間にはまた別の線があって別の文明や文化遺跡がある。つまりラインそのものがその ET にとってはテリトリーということになる。 これがここで言うラインテリトリー理論ということになる。ナスカ理論を応用しながらそれを説明します。まあ、人間は今見ていただいているようにこの面積を拡充することによってですね、そしてその面積を持って、ここが私たちの領土だこれ、あそこがあなたの領土だというような言い方をするわけですね。しかし ET たちは別の言い方をします。例えばこのラインがあります。黄色い線。これは私の線だ。緑線。緑の線は君のものだ。 ブルーの線は彼のものだというような言い方をするわけですね。そして、ラインそのものがテリトリーだということなんです。で、この線上に、まあ、黄色い線上に自分たち好みのと言いますかね、自分の個性が出た文明や文化を築き上げていったということになります。まあ、緑の線の線、まあ、持ち主もですね 自分の個性言いますか、好みに合った文明や文化を築いていったということになるわけです。ですから、遠く離れても全く同じ文明が現れるということもありますし、また同じ地域にです、ね、全く性質の違った文明や文化が築かれるということもあるわけです。まあ、こういうふうに三つの線があったところにまた新しい ET がやってきてですね、今度は赤い線を自分のものとして、その赤い線の線上に自分好みの 文明や文化を築いていく。まあ、現在風に言えば遺跡が残っているということになります。まあ、これがまあラインテリトリー理論ですね。まあ、人間のいわゆるそのテリトリー意識とは全く一質のものであるということです。でもう一度比べてみますと、上が ET たちのまあテリトリーコンセプトといいますか、ねえー、概念です。下が人間が持っている、まあ、私たちの持っている テリトリーコンセプトということになります。で、3つの例を挙げて考えてみたいと思いますが、ナスカです。で、例えば、まあ、この ET はですね、この線は僕のものだと言っています。すなわち、この線上にあるものがあるいはこの線上周辺が私のテリトリーだというわけです。で、別に ET がこう言いました。これが私のテリトリーだよ。この黄色い線上あるいはその線の周辺にあるのが私の、まあ、テリトリーということになるわけです。また別のエイリアンも、これが私の テリトリーだ。するとまた別のエイリアンが、これは私のテリトリーだ。というふうにして、線そのものをテリトリー化するわけです。これがまあ人間と違うところですね。で、なぜこういうことを発見したかということについて、順に言ますか、その説明していきたいと思いますけど、ここに、まあ、あ滑走路があります。で、この滑走路、上から来たのが、これが、 この、ごめんなさい、ブルーの線がルンビニ・ラホール、それからアテネを通ってきた線で、黄色い線が平培養、いわゆるシーアンの西30キロにある平培養から引いてきた線です。で、この2本の線が重なり、横はアユタヤですね。アユタヤ、アユタヤに行くラインです。で、実際の地球上で見てみますと、この黄色い線、今言いました黄色い線ですね。えー、ルンビニ・ラホール。まあ、ラホールはややずれ30キロほどずれますけども、まあ、こうしてその線上にあるものがみんな同じコンセプトで作られた、まあ、 像で、あるとまあこうして比べてみますと全然違う像じゃないかというふうにおっしゃるかもしれませんけども続くバーミアンの遺跡などと比べると全く個性的なあの個性というものが浮かび上がってくるわけですね。で、このテ,レテラコッタアーミ、このブルーの線はアユタヤとテラコッタアーミです。まあ、この関連性については別のところで説明しましたからまたそちらをご覧てください。まあ要するにこのように同じエイディアンが絡んでいる場合には同じようなまあ えーまあ、ってますかねあの、印象を持ってますか、なて言いますか、その同じような雰囲気を持つ文明文化が生まれるということなんですね。左から、まあ、これはルンビニではありませんけれども、一応、ブッダの像、それからガンダーラ、アテネ、それからアユタヤ、それから平和よ、こうした像が生まれてくるということは、まあ、これらの像の、まね、はですね、同じ ET の、まあ、によって指導され、作られたということになります。もう少し分かりやすい例で説明しましょう。これもまたナスカに戻りますけれども、 ナスカのこの辺りを見ていただきたんですけども、まあ、この線ですね、ここで線が3本重なってますけども、順に見ていきますと、右からがこれ、バーミヤンの線です。そして右が運コユンギャンですね。そして同じ滑走路でもう1本ありまして、これが、えー、リュウモンです。リュウモン、ですからバーミヤン、運コ、リュウモンの線はこの一点に集まるということです。で まあ、あのバーミアン、それからウンコそれから、えー、リュウモンの遺跡を見てみますと、全く区別がつかないんですね。その間は4000キロ以上離れているんですよ。そして、ここの3つの遺跡がこの一点に集まると。そして、中心部にマウンドも出てきているんですね。もう一度見ていただきたいんですけどはバーミアンです。そして、ウンコです。そして、えー、右、左がリュウモンです。そして、この3社の間は今言いましたように4000キロですね。 まあ、お互いに影響し合うという距離ではないんですけども、まあ、この同じものができるということなんですね。まあ、こういうふうに、この、なんて言いますか、ライン理論で考えますと、あの、なぜこうなるかということがわかるわけです。そして、色を落としていますと、あの、いわゆるセピアカラーにしていますと、もう区別がつきませんね。ということは、同じエイリアンが関与しているということになるわけです。まあ、作り方をよく比較してみてください。 そして、まあ、同じ文明文化が生まれるということなんですね。まあ、これを説明するためには、ライン・テリトリー理論しかないということになります。もう一つの例を見てみます。えー、今度は、えーもう、もう一箇所別のところなんですけども、ここにですね、まあ、ナスカの滑走路がありますが、まあ、いろんな線が集まっていますが、この細い線は日本の大線量から引いてきた線です。しっかりと滑走路が細いですけども、 まあ長い滑走路が見つかります。これはアメリカのカオキアマウンド。そしてブルーの線はサーペントマウンドから引いてきた線です。この3社はこの辺りに集まりますえ。一番左の白いのはワシントン DC から引いてきた線です。何か遺跡があったはずですよね。そしてこの滑走路で4社が集まりますけども、まあ右3社はですね、ほぼ等間隔に並んでいるのがわかります。なおち、 赤いのが大仙寮、白いのがカホフキア、そしてブルーがサーペントマウンドということになります。なあち、これらのまあ遺跡、現在遺跡ですけども、は同じコンセプトを持って同じエイリアンによって作られたということになります。で、順にアメリカの方で見てみますと、ブライス・インタグリオス、カホフキアマウンド、サーペントマウンドは、真一直線に並んでいます。 え、カオフキアのエラーは数十メートルもありませんね。そしてその先にワシントン DC がありますが、先ではややずれるというのはワシントン DC は大きな街ですから、点として定めることができません。そして左がカオフキアマウンド、中央がカオフキアマウンドですね。そしてサーペントマウンド。左が、 やはりそのブライス・インタグリオスですけども、あのブライス・インタグリオスとこれはブライス・インタグリオスですが、この点と点をつなぐことによってそれぞれの遺跡を示しています。同じようにサーペント・マウンドもあのくるくるとまるはブルーの面を中,目を中心として、点を中心としてそれぞれの方向をですね、ぐにゃぐにゃと曲がった頂点をつなぎますと、それぞれの遺跡へとつながっています。 ギザ、それからあのいろいろありますから、まあ皆さんまあ、また別のところをご覧になってください。そしてこれがカフキアマウンドですけども、作られたコンセプトと言いますかね、目的はほぼ同じと見ます。右が大線量マウンドです。このように関連性があるわけですね。で、じゃあなぜ大線量マウンドかと言いますと、この中央のブルーの線を見てください。この中央のブルーの線はサーペントマウンドから引いてきた線です。な、まあ,あ 大占領はまっすぐとサーペントマウンド、それからその手前では比叡山、それから清水座を通ってここへ来るということですね。を向いているということです。このようにまあサーペントマウンドと、 大戦量は関係があるということですね。で、結論ということになりますが、今日はここでですね、Line Territory Theory というのを説明しました。人間が持っている、まあ、テリトリー感覚とは違うということです。まあ、人間はね、例えば面積を広げることによって、自分のテリトリーということを考えるわけですけども、エイリアンたちはにはその面積と言いますかね、距離感は全くありませんから、ラインを決めて、そしてこれがお前の線だ、私の線だ、この線上はお前に、お前にものだ。 この線じゃ私のものだというふうに線で決めているわけですね。ですから、ナスカには線が集まっていると同時に、えー、いくら調べても距離というのは出てこないわけです。まあ、それは当初は私は早い段階でそれに気がつきましたけども、えー、距離というのは関係ないんだ。なぜならば彼らは距離を関係としないような乗り物に乗っているからということになるわけですね。また、その宇宙空間に出てみるとわかりますけども、宇宙空間では距離というのは全く意味がないわけです。 大切なのは、例えばですよ、光の速さで25秒、光の速さで1年間、1年とかね、そういったその数字で表すって言いますか、秒数、あるいは方向で示すってことですね。それが、まあ、ET って言いますか、私たちもやがて宇宙人時代を迎えますけども、その宇宙人時代になった時に、まあ、そういった方法で、まあ、距離を知るってことになるわけですね。いわゆる時間で距離を知るってことです。 まああのね、いろんな惑星、星全部動いてますから、距離で行ったところで刻一刻と動いてますから、距離というのは意味ないわけですよね。方向と時間ということになります。それが、この、 ラインテリトリーティオリーの基本ということになります。それを簡単に示したのが今この最後に結論ということになりますけど、もう一つこの図を見ていただきたいと思いますけども、ですから遠く離れて、それこそ4000キロ、6000キロ離れても同じようなコンセプトで作られた、まあ、遺跡が現在見られるということになります。そしてその間には全く異質の、まあ あの、文明文化が見られるということになります。これが私の言う Line Territory Theory です。またこの Line Territory Theory を理解することによって、さらにナスカリ論、さらに Line 理論を深く理解していただけると思います。ということで、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。Uh, thank you very much, and bye for now.Hello. This is 広島市浜 t y Japan USA in NASCAR NAS NAS US 広 y a 's n a s c a t h e o r y n a s c a の USA 林博の n a s c a 理論。常識などというものは18歳の時までに持った偏見の塊であると言ったのはアインシュタインです。USA です。ここがプライスインタグリオス。そこから0.000 00度で北に向かいます。 そこにバリオファイアがあります。カフキアマウンドです。サーペントマウンドです。そしてその延長線上にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということですね。で、大占領マウンドですね。サーペントマウンドから大占領マウンドに線引きますと、大占領マウンドを2つに2つに割ります。途中、比叡山清水寺を経由します。 で、ナスカの線と言いますか、その前にアメリカの、まあ、その線をですね、調べてみたいと思います。ラインティオリーです。で、まあ、赤い線が0.000度で北極に引いた線というふうに考えてください。ブライス・インタグリオスです。そこにバリオファイアがあります。真っ赤な大地、谷という意味です。そして、 カーキアマウンドがあって、サーペントマウンドがあります。その延長線上にワシントン DC がありますが、ワシントン市は大変大きな町ですから、えー、場所が特定できていません。それから大占領ですね。サーペントマウンドから線を引きますと、その線は大占領を2つに割ります。で、それぞれの地点からナスカに線を引きます。ブライス・インタグリオスから。 バリオファイアから。カウフィキアマウンドから。サーペントマウンドから。え、ブライス、カウフィキア、サーペントは新一直線上にあります。カウフィキアでのエラーはありません。で、ナスカを見てみます。USA in Nasca です。ここにあるのが、これが、ブライスインタグリオスから引いてきた線です。 滑走路があります。その反対側があバリオファイアです。そしてここにはあカオフィアからの滑走路を向かう滑走路があり、そしてその横にはサーペントマウンドへ向かう滑走路があります。綺麗に重なります。そして大変奇妙なことに、ワシントン DC からの滑走路もあり、ここには大仙両マウンドからの滑走路もあります。細い滑走路ですけども、反対側が東大寺からです。 そしてこれらの4社がですね、6社がですね、このようにきれいにここに並びます。特に大船量、顔吹キやサーペントはほぼ等間隔であることに注意してください。結論は簡単です。アメリカの遺跡、現在私たちの遺跡と言っているものも、こうして幾何学的に、かつ数学的にきちんとアレンジされているということです。それをナスカ理論に従ってナスカで、えー、証明いたしました。 なあち、これらの線はですね、点はですね、えー、エイリアンによって、もちろん宇宙から地球を見ることができる人によって、計画され、アレンジされたということです。それともあなたは、謎の迷路の中で、ウォをしますか ?Thank you very much for watching and see you next time. Bye。偶然とは言えない事実が、世界のあちこちにあります。 ももちろん、この日本にもあります。続く動画はいわゆる弥生遺跡について以前私が発表したものですそれをそのままここに紹介しますその証拠がこの直線ということになります、えー ま、その証拠と言いますかね、弥生文化そのものも、いわゆる縄文文明と同じように、神々によって指揮、指導された文化であったということになります。その証拠がこの直線です。今皆さんにご覧いただいているのが、この直,その直線ということになります。で、弥生文化について調べてみます。リード者からこんな本が出ました。以前、 買ってきましたで私が、まあ、その、ね、弥生遺跡を選んだというのでは信憑性がありませんのでこの本の中に紹介されている12の弥生遺跡について調べてみました。これがその遺跡ですね。で弥生町東京区東京都文京区にある弥生町の2丁目の、えー、弥生分あの遺跡です。そしてえー 左から、山木遺跡、トロ遺跡と続いていくわけです。えー、カラコ、カギ遺跡。そして、えー、池上、ソネ、イシ遺跡ですね。ごめんなさい。これが、シューデ山、古墳です、まあ。遺跡ですね。そして、平原です。こういうふうに、まあ、ここに6つの遺跡がですね、ほぼ進捗線に並びます。で上の方が、広神谷遺跡と向き番だ遺跡です。 遺跡ですねそして左の方行って息岐の腹の辻遺跡そして平原があって下に、えー、吉野狩里遺跡がありますまあこういうふうにこう、まあ、12の遺跡が紹介されていましたで特に注意していただきたいのがこの山木遺跡から平原へつないだこの直線ですね 6つの遺跡が並んでいるということです。まあ、これを偶然と見るべきなのか、それとも意図されて、まあ、機械学的にね、並べられた遺跡と見るかは皆さんの判断によります。で、もう一度ここが重要なところですから、調べてみます。今言いましたように、右の山木、いわゆるニラ山城 ま、今、あとな、あとなってますけども、山木遺跡、それから平原。これ山木ですけどもね、現地って調べたんですけども、あの、二大山城との関係は、と、現地には、あの、書いてありませんでした。トロ遺跡。トロ遺跡はですね、まあ、あの、後で紹介しますけども、北方にある、えー、清見様に、あの、前方公園がありました。で、そこに点を取りました。らこう遺跡、それから池上、曽根遺跡、それから、 仕腕山です。仕腕山につきましてはですね、古墳が、塩墳がありませんでした。四国になりますからね。それで現地の方に電話をかけて聞きましたら、もうこの仕腕山からは古墳は見つかっていないそうです。そして、まあ、あの、今の平場のやや下に吉野ヶ里があります。まあ、日本でも最大の弥生遺跡ということになります。 まこういうふうにもうこの辺にまあ集まっているということですね。で、もう一度ラインセオリーに従って、これらの弥生遺跡を調べてみたいと思います。先ほど言いましたように、6つの点がほぼ直線に並んでいます。そして、山陰の3つの遺跡、そして九州の3つの遺跡もほぼ一直線に並んでいます。で、特に注意していただきたいのが、右の山木、韮山遺跡と、それから平原遺跡のこの直線なんですね。で、この点を取る のが、まあまあ、ちょっと注意していただきたいのは、それぞれ、あの、近くにある、えー、古墳を選びました。円墳、それからを選びました。そして、つないでいますと、えーまあ、このように直線になるんですけど、特に問題だったのは、今言いましたね、仕腕山なんですね。仕腕山は、先ほど言いましたように、まあ、電話をかけていろいろ調べてみたんですけども、もう現地行こうと思いましてね、あの、 いわゆるそのものいますか、古墳があれば、調べようと思ったんですけども、そういったものはないそうです。ただ、十数キロ離れたところに一つありますよという話は聞いています。で、これは頂上に手を取りました。で、Google Earth の上で調べています。これが、あの、ニラ山の山木遺跡です。 その後二山、ニラ山城にになり、現在は白跡になっています。これが清水山ですね。静岡市のやや北方にあります。これが唐子、鍵遺跡ですけども、ここはですね、あの、古墳ありませんでしたので、ここに取りました。そして、えー、池上曽根敷、秀出山、秀山ですね。この半島に取りました。そして、平ばると、まあ、この今言った点を線でつないでみました。で、その直線を皆さんにこれからご覧いただきますけども、ほぼ、 一直線並んで、やや渋谷まで上上がってるかなって感じがするんですね。で,ですから渋谷山がややもうちょっと下じゃないかな、下ってことは南の方ではないのかなと思います。これ、渋谷山の山の頂上に点を取りました。そして並べてみますと、こう、山木から平原までこのように直線に並んでいます。で、今言いましたね、渋谷山がやや左に寄ってる感じがしますね。で、これ渋谷山ももう少し、あの、半島の付け根あたりになることになりますと、真一直線になります。これを偶然と言うべきなのか、それとも意図的に アレンジされた遺跡というべきなのか皆さんの判断にお任せしますけれども、弥生遺跡と今度は春の辻遺跡ですね、あの息の、つなぎますと、この日本の線がほぼあ平行になります。そして、コ、え、ウ、ー、谷と向きバンダとつなぎますと、やっぱり平行になります。 で、これら3本の線はほぼ平行になるということは、私はこれは偶然だというふうには思いません。いわゆる偶然だと思う力の方がですね、弱いということですね。で、偶然ではないと思う力の方が強いということになります。いわゆる意図された。これ、こうした、あの、まあ、なってますか、ライン理論っていうのは、あちこちで、まあ、私が発見してきましたので、そうした流れの中で、まあ、これは偶然ではないという、まあ、判断ですね。まあ、偶然だと言われれば偶然になるんですけどもね。 先ほど言いましたように、これらの十二の、ここに出てるのは11ですけども、十一の遺跡は、私が選んだ、で選んだのではなくて、まあ、冒頭にあげました本の中に紹介されている十一の遺跡ということになります。プラットフォーム理論について、冒頭でお見せしました、 カレンダーについての動画をここに紹介します。Karnak Rocks, France。Pokekia Rocks, Indonesia.Jar Rocks, Laos.Sharia Rocks, Russia. Avery, UK and Moray, Peru are all rock calendars. 林博のライン理論、ナスカ理論で証明する世界の歴列席、暦列席。これらはすべて暦列席であった。広林、浜正樹、ジャパン。 まず皆さんをナスカへ案内します。ナスカ理論です。by 林博史ナスカの滑走路です。この北東部にその滑走路があります。こうして線が重なっています。緯度経路は ここに示しておきますので皆さん自身で確認してください林博のナスカ理論ですポケケアカラーの線がこのブルーのラインですジャール・ヘ原ゲンです赤い線ですショリアです このの薄いブルーの線ですね。そして黄色い線がエイブベリー。そして横に横切っているのがモレーからのラインです。これらはすべてカレンダーです。それを順にこれから説明していきます。そしてそれらの、えー、点からのですね、線がこのナスカの一点に集まっています。つまりそれぞれ 関係があるとということになります。次にフランスのカルナックも暦列席であるということを林宏氏のライン理論によって証明します。まずこの直線に注意してください。ポケケアです。 ジャールですそしてフランスのカルナックですこの直線はわずかなエラーが出ますが全体を補正すると新直線になりますそしてその直線はナスカを通ります つまりそれぞれに関連性があるということになりますつまり暦列席だということですこれがライン理論です,林博ですつまり偶然ではありえないという確率からそれが偶然でないことを証明していく それが林浩のライン理論ということになります。注意深くご覧ください。これは偶然ではありえない事実です。つまり、意図的に配置されているということになります。 そして、冒頭で説明しましたナスカ理論です。ナスカです。同じように、偶然ではありえないという事実をもとに、偶然ではないと証明していく。つまり、意図的に配置されたと証明していく。それが林博士のナスカ理論です。 そしてこれらの6箇所プラスカルナックはナスカの一点に集まります意図的に配置されているということになりますラインを注意深くご覧になってください Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very mysterious megalith in Celebes, Indonesia, called Pokekea Megalith. As to Pokekea Megalith site, Celebes, Indonesia, WorldCom website writes as follows, though nobody knows what they are and who created them stand silent in pokekea megalith site just like thrown out from a time machine to a mysterious land in a very old ages statues and many megalith stones are scattered in the very beautiful valley located in Napu valley 3 hours driving from palu the capital of central celebes Indonesia. Pokekea and the rest of the valley offered amazing landscape view and historical experiences. I, Hiroshi Hayashi, is to try to solve this mystery with my own Nazca theory. You will know what they are and who created them after ten minutes. Can you be patient for ten minutes to know the secret of Indonesia? インドネシアのセレベス島に奇妙な巨石遺跡があります。それが何であるか、誰によって作られたものかについて、誰も知りません。が、その謎は簡単に解けました。それだけではありません。私はその謎を私のナスカリ論を使って解きましたが、このことは同時に私のナスカリ論の正しさを証明するところとなりました。どう解いたか、どう証明したか、それをこれから皆さんに紹介します。で、 10分後にあなたはこう言うでしょう。なんだそうだったのかと。なお、この巨石遺跡についての情報は、雪を山川さんによって届けられました。私もその巨石遺跡については、雪を山川さんによって教えられるまで何も知りませんでした。が、その巨石遺跡からナスカに線を引いてみたら、謎はそのまま解けました。ラオスのジャール平原の巨石ラインと、 同じ滑走路の反対側とその線が重なったのです。ビンゴーです。そればかりではありません。これから紹介します、ロシアのショリアの巨石遺跡ライン。さらには、UK のエイブベリーラインとも重なったのです。さらに、ペルーのモレーのラインとも重なりました。どれも私がカレンダーであると証明した遺跡です。では、順にそれを説明していきます。 先ほど紹介した画像と同じになりますが、まずインドネシアのセレベストを紹介します。この左から二つ目の星のところがセレベストです。そして一番左のところがラオスのジャール平原です。同じ巨石があります。でその間の距離は約3000キロなんですね。互いに行き来できる距離ではなかったと思われます。でまず皆さんをです、ね、このポケケアメガリスへ案内します。 インドネシアのセレベストです。で、ここにその巨石があります。であのこの白い点が二つありますけれども、巨石があるのは向かって右側の方だと思われます。まあ一応点はこの点に取りましたので、えー、皆さんご自身が検証なさるときは注意してください。これがそのポケキア巨石のまあ。 石、今、まあ、巨石なんですよね。要するに。で、こうしたものがポケキアにあるわけです。まあ、大きなものですね。そしてそうした岩をですね、加工して、まあ,あ、このような容器のようになっているわけです。ご覧ください。そして今度は、えー、ラオスのジャール平原へ 皆さんを案内します。これはベトナム在住のナカさんという方がこの情報をあの教えてくださいました。これがラオスのジャール平原です。で、このジャール平原もやはり同じような場所にはあるんですけどもね、この位置よりもやや上あたりのところです。緯度、経度は合ってますので、それを頼りにさ探してみてください。この場所よりもやや上あたりです。で、 この緯度計とは正しい位置ですから、これを手がかりにこの場所を探してください。で、これがジャール平原の巨石です。まあ粒、やはりつぼ型に作ってあるわけですね。で、インドネシアではこれをあ、ごめんなさい、ラオスの方ではこれをですね、酒を入れておく、まあ、容器として使っていたと、そのように説明されているようです。中さんがそのように教えてくださいました。で、この、いわゆるポケケアの メガリスと、それからジャール平原のメガリスを比較していますと、大変興味深いことがわかります。上がポケケアですね。インドネシア。そして下がラオスのジャール平原の巨石です。まあ、順に比較していただくとわかりますように、同じなんですね。まあ、それ以上言いようがありませんね。同じ壺型で、そして岩をくりぬいて作ってあるということです。何のために、どうしてかということですよね。 まあ人間の大きさと比べてもかなり大きいものだということがわかります。まあ、簡単に持ち運べるような岩ではないということですね。岩というのは重いですよ。あの、はい。私の家の庭にも、まあ、小さな岩がありますけれども、まあ、どうしていいものかという感じであの困っているような状態でしてね。まあ、要するにこの白黒にしてみますと、セピアにしてみますと、区別はつきませんね。 皆さん自身で確認してください。で、これと同じようにですね、このショリアとエイブベリーを比較しています。ロシアのショリアです。これもユキオ山川さんが教えてくださいました。緯度経度はここに示しておきます。そしてエイブベリーとの間の距離はですね、5800キロも離れているんですね。やはり同じように、まあ、比較しています。上がショリア、薄すアバンカスキーですけどね。そして、この人の大きさと比べてください。ここが重要です。巨石なんですよ。あのー、 こんな岩をですね、この大平原の真ん中に並べてあるというところが謎なんですね。周りにはいらしいものは何もありません。エーブベリーもそうですね。この大きさを比べてみてください。で、同じものがショリア、それからエーブベリーの両方で見つかったということです。軽度差にしてちょうど90.0のあ軽度差があります。で、 こういうのを見ますとですね、はっきり言いますと、エイブベリーの今までの考古学者の先生たちはもういろいろな説明してきましたけども、すべてそうした説明が吹っ飛んでしまうということですよね。同じものがシリア、ロシアの5,800キロ離れたショリアで見つかったということです。皆さん自身で確認してください。これからもこうした発見は次々となされていくものと思われます。で、上がショリア、下がエイブベリー、区別はつきませんね。このことをちょっと頭の中に入れておいてください。 エヴベリーはカレンダーでした。同じように、ショリアもカレンダーと考えられます。北はあの、あの、前方、興奮ですけどもね、この並び方のコンセプトですね、いわゆるハニヤを並べていく、このやり方がですね、ショリアの石の,石の並び方と大変よく似てるということです。ウスツア・バンカンスキーのね、あの、石の並び方とよく似ているいうことですね。大きな岩を並べて、その間に小さな岩を並べてあるということですね。ですから、ま、あ前方後円墳、まあ、 カレンダー数と重ね合わせますと、さらに、まあそ、それらの空の関係性、関連性がですね、あ明確になってくると思います。では、これから、あーその、まあ、検証といいますかね、ナスカ理論を使ってそれを説明しています。これがナスカです。この黄色い線は、ポケケアラインですね、ポケケアから引いてきました。 先ほどの、まあ、緯度、経度のところから引いてきました。そしてこのラインがですね、この滑走路に重なります。中部角ご覧ください。ここが林弘のナスカ理論です。中部角ご覧くださいよ。このラインと重なりますね。これはきれいに重なるんですよ。皆さんも驚かれると思います。移動経度はここに示しておきます。この点を基準にして、この滑走路を、あまあ、まあ、割り、まあの、調べてください。そしてこの、きあ 今のブルーの線が今ポケケアですね。そしてこの黄色い線がジャール平原から引いてきた線です。上で重なりましたね、線が。このようにナスカ、ナスカではですね、同じ関連性のある遺跡をこうしてラインで示しているということです。上のブルーのラインがポケケアラインです。で、右の赤いラインがジャール平原から引いてきた線です。まあ、このようにして、両者はきれいにこのライン、あの滑走路の上の方で重なるということです。が、それでだけではありませんね。もう一度ご覧ください。 これがポケケアラインですね。このブルーの線がポケケアラインです。いいですかそしてこの、この赤い、これが黄色い線がエイブビリーから引いてきた線です。そしてこれがショリアから引いてきた線です。この一番右のブルーのラインはショリアから引いてきた線です。そしてジャール平原のラインと重なります。がもう一つ、モレペルーのモーレーラインと重なります。このモーレーもカレンダーであることを証明しました。 このように、まあ、ロックカレンダー、並びにモーレーはですね、すべてこの5本の線はここに集まるということです。もうこれは偶然ではありませんね。確率論的にありえないことです。もう一度、簡単に復習しておきます。いいですか中央がナスカです。上がポケケアです。ブルーンラインですね。それから、ジャール平原の赤いライン。それから、ショリアの水色のライン。そして、エイブベリーの黄色いライン。 そして最後に、モーレーの緑のグリーンのラインがこうして重なるということです。これでナスカリロンによって、これら5社はですね、すべてカレンダーであり、また、このナスカリロンを使って、ポケケアの巨石メガディスムですね、カレンダーであることが証明されました。いかがですか続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now。次に、 ライン理論とナスカ理論を使って古代の謎をどう解いていくかその例を皆さんにご覧いただきます2 Here is another evidence. 日本のラインが交わるときそこにクロスポイントがあります林博のライン理論です 今日の物語はそのクロスポイントについてのものです。たまたま雪男山川さんより木汁石窟の話がありました。で、その写真が気になったので木汁石窟を調べてみました。またまたビンゴーです。木汁石窟が今まで解けなかった謎を解いてくれました。アジアでも龍門だけが他の遺跡から浮いた形になっていました。が、 キジルセックスを教えてもらったおかげでその謎が解けました画面を見ながら説明しますまず皆さんをキジル,グル,トル・グロトあセックスへ案内しますこの詩をつけたところがキジル・グロトーズですでここへ行ってみますでこのキジル・ セックスについては実は私はノーマークでした。で今回ですね、まあ写真を見せていただき、まあ何かあるぞっていうふうに感じたわけです。まあここがキジルセックスです。まあこうしたまあ景色が広がっているわけですね。でこのまあこうしたその検証ではですね、私のライン理論と ナスカ理論が役に立ちますで、このキジルセクツからナスカに線を引いていてますでここがナスカですけども、まあ、進捗線といいますか、一本重なるラインが見つかりました。このラインです。で、このように言いますと、皆さんはただの偶然だというふうに思われるかもしれませんね。 がそう判断するのは、ちょっと待ってくださいよ。実は、このあたりには、世界のですね、石窟からのラインが集まっています。まあ、こ,のこのラインも含めて,て、すべてなんていますか？寸部の狂いもなく重なりますから、皆さんも確かめてみてください。今、この米印のマーク、これがあの、まあ、目印ということにしておきますね。でこのラインが、雲行から引いてきた線です、ユンギンから引いてきた線ですね。そして、同じ。あ 滑、まあ、走路、左側が、これが流門から引いてきた線なんですね。で、このポイントをちょっと注意してくださいね。あの線ラインを見失うといけませんので、この、今、まあ、ここが置きましたね。それと、その下の赤い線が、これがバーミアンから引いてきた線です。下に綺麗な滑走路が見えます。このバーミアンのラインはですね、この滑走路、両端にマウントがありますから、正確に取ることができます、一応。そして、この4箇所はですね、まあ、ここに集まっているわけです。キジル 雲門、それから流門、そしてバーミアンですね。そして写真を拾ってみました。右上がキジル、下左下がですね雲光、えー、ですね。そして左上が流門です。そして右下がバーミアンということになります。そしてこれら4箇所をですね比べてみますと全く区別はつかないんですね。いわゆるまあコンセプトが同じと言ったらいいのか、まあ、同じ画家が描いた絵のような感じですよね。 右上から木汁、下がバーミヤン、左上がリュウモウ、そして運ウ,ウです。で、細かいところを見ますと、制作コンセプトも同じということが分かります。まあ、皆さん自身で比較して判断してみてください。つまり、こうした切窟、まあ、ですよね、こうして比べてみて、あなたはですね、区別ができますか、あるいはその違いを いうことができますかってことですかとこででね。では、検証してみます。今度は林浩氏のライン理論です。ここに記汁があります。スペリングが分かりませんでしたので、カタカナで表記しました。そして右下がリュウモンです。線でつな,がりつなげておきます。で、今度はバーミヤンですね。左下がバーミヤンです。そして運行です。で、線でつないでおきます。 そうしますと、ここにクロスポイントができますね。林博のライン理論によれば、まあ私ですけどもね、あのクロスポイントには、クロスポイントは基準点である。というのが、まあ私のあライン理論の基本です。で、ここには何があるかということなんですね。で、このクロスポイントをどん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 探して、下を降りていきますと、87.8キロ離れたところに、ビンゴですね、マガオ、バッコウクツがありますね。 今までマガオを基準点に取っていましたけれども、まあ、ひょっとしたら今のクロスポイントがあ本当の基準,なってますか基準点クロスポイントかもしれませんそしてこのマガオへ降りてみます今中心に持ってきましたバッ真ク靴ですバッ真ク靴ですねでやはり大変よく似た景色が広がっています トンコバッコークです。まあ、石窟ですね。やはり同じように石窟が作ってあるということです。まあ、バッコ窟って言いますと、この写真が一番最初に、えー、出てきますけどもね、まあ、観光地にもなっています。では、比較してみましょう。先ほど、キジル、バーミヤン、リュウモン、それからウンコウを,を見比べていただきました。そこにマガオ、バッコークスが加わります。 で、色をセピアにしてみますと、またまたなってますかね区別がつかなくなりますね。つまり、同じエイリアンがこれらの遺跡に絡んでいたということになります。まあ、このように説明できるということになります。これが ET たちの思考回路ということになりますけれどもそうした思考回路は太古の昔から続いていますそれがこの動画ですどうかご覧になってください Why are people or human race so much skeptical どうして私たち人間はそこにあるものをあるがままに見ることにそんなにも躊躇するのでしょうか簡易的になるのでしょうかなぜそこにある事実を あれがままに見てもそのまま否定してしまうあれこれおかしな理由をつけて否定してしまうそして忘れてしまう最大の謎は実はそんな人間自身にあるのではないでしょうかで今世界各地の洞窟に残る手形を皆さんにご覧いただいています4万年 も前からのものも残っています。4万年ですよ。キリスト教が誕生してから2000年ですからその約20倍です。その手形で第一に留意していただきたいことはこうした手形が平均して数千年以上もそして現代に至るまで残っているという点です。しかも洞窟というつまりは 外気にさ,らされた状態です人間が今使っている塗料にしても20年から40年が限度だそうです。あるペンキ会社の研究室の方に聞きましたらそれ以上の経験はありませんからと教えてくださいました。が4万年書き方は皆同じです。まず下地をやや広めに塗るその上に手のひらを置いて 上からスプレーのようなものでスプレーのよ,ようなもので塗料を吹き付けて描くその実験もしてみましたのでどうかこの動画をご覧になってくださいで塗料の成分についてはいろいろ説明されてはいるようですがアルゼンチンのクワイバタラ・マノスでは次のように説明しています洞窟のの近くから骨の管が、 骨の管が見つかったこともあり鉱物性の塗料を骨の管などを使いスプレーのようにして吹きかけて描いたとつまり塗料を口に含んで骨の管を使いスプレーのようにして吹きつけて描いたとがある方がこう教えてくれました塗料の成分を調べてみたが猛毒性があるので口で吹きつけて描くのは 不可能ではないかと。あるいはあなたなら市販のペンキを口に含んで、市販のペンキを口に含んで、それを吹きつけて絵を描くようなことをしますかできますか私にはできません。えともかくも、どの手形も現代の私たちが知っているスプレー塗料のように均等に塗りムラもなくきれいに仕上がっています。口で吹きかけ、 あれを吹き付けて書いたとはとても思いませんどうかその点にも注意してくださいで、さらにおかしなことに洞窟といってもその大半は天井つまり天井画です例えばインドネシアのスラベシのクワテッドの天井画については動画も残っています調査員が下から見上げてあそこだあそこだと指を指していますそんなシーンがあります だとするならどうやってそんな高いところに手のひらを置いたかということにもなりますがさらに不思議なことにこうした手形のある場所を線でつないでみるとある地点から遠距離に位置していることがわかります位置的にはアフリカとマダガスカル島の中間つまりマダガスカル海峡の中心部あたりですがマダガス海峡の 中心部あたりですがそのあたりから半径9 0 0 0キロから9 5 0 0キロのところということが分かりました何しろ海の中のことですからそこに何があるかは分かりませんがその周辺にはグレートジンバブエがありさらにマダカスカル島にはアンドリアン・ボラがあります私がどれも奴隷収容所奴隷収容所と判断したところです つまり、偶然ではあり得ないという点で、私はこれらの洞窟は人為的に選ばれた地域と判断しています。林宏氏のライン理論による判断です。それについては、この動画の中で皆さんにご覧いただきますが、しかし、最大の謎は、実はこのことではありません。こうした事実を見ても、それを信じようともしない。その前に、 自分で見て、自分で考えようともしない。不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だ、を繰り返すだけで、それ以上のセオリー、つまり、理論を組み立てようともしない。えつまり、最大の謎は、そうした私たち、人間自身にあるということです。回りくどい言い方をしましたが、結論を先に言えば、太古の昔から、 エイリアンたちは、たびたびこの地球を訪れていたということです。その証拠が、世界各地に残っている、こうした手形ということになります。そのことを分かっていただきたかったので、この動画を皆さんにお届けします。今ご覧いただいているのは、マダガスカル海峡の中心に点を取り、そこから各地の手形のある洞窟に、 線をつないで見たものです。広志林、浜松市、ジャパン。画面を見ながら説明します。ゼカリア・シチンです。 ゼカリア・シッチンはシュメールにあるいはメソポタミアに残る年度版をですね解読して地球年代記という本を表しましたその冒頭の一部分を皆さんに紹介しますでここに出てくる年代がですねあまりにも東方もないと言いますか、えー、100、まあ、45万年前ですからね皆さん45万年前から その地球年代記が始まるということです。でもうすでにその時にアヌ王という名前が出てきますで。で、アラルという支配者がいたわけですね。で、そのアラルが地球へやってきたと。まあ、そういったところから物語がっていますか、地球年代記が始まります。で、エリドゥがですね、最初に作られた都市だそうです。えー、エデンですね、えー、それから ベートーベンが大工の中で歌っているエリジウムということになります。まあ、こうして地球年代記は始まります。で45万年と言いますとね、人間のいわゆる人類の歴史そのものが20万年前後と言われてますから、さらにその2倍以上も昔という、まあ、気が遠くなるほど、まあ、遠い遠い昔の出来事ということになります。まあ、年度版をそのようにシッチが解読したということになりますけども、 これが嘘か本当かということにな,りまなると、ですね、もしこう,こうしたその年度版をまあ捏造する者の,の立場で考えてみますとね、まあ嘘をつくにも、嘘はがつけないような年代だということですよね。あまりにもという点で、ですね、言い換えると、やはりこうした記述がですね、えー、シュメール、バビロニア、まあ、メソポタミアですね、残っている。 年度版に書いてあったというのは、どうやら事実ではないかと私は判断しています。あるいは、年代の読み方そのものが,、ね、ものがですね、まあ、はっきり言えば人間とエイリアンとは違うということも考えられるわけです。今これ20万年前に来ました。そしてまあ、こう、いろいろ記述されてるわけですね。で、10万年前、アヌナンキという言葉が出てきます。 まあ、地球年代期、まあ、創世期ということになるわけですけどもね、7万5000年前です。で、まあ、人間の改良といいますか、品種改良はその都度,度度々なされてきたみたいですね。えー、1回でどっとこうなされたというよりも、その都度マイナーな改良がなされてきたということが、こうした年代期から浮かび上がってきます。 まあそれは当然あり得ることですよね。で、いよいよラージ、大洪水ですね。で、1万1000年頃。ろ。大体一万年、今から1万3000年ほど前に大洪水が起きたということになります。中国にもやはり同じような伝説が残ってますね。行春、春、右航。右航がですね、洪水を収めて蔵に着いたというのは、記述も芝線の式の、まあ、 冒頭に出てきます。ご手本義の、ね、中に出てきます。で、1万年ですね。まあ、こうした流れの中から、まあ、地球へですね、えー、奴隷たちが連れてこられて、あるいは人間が奴隷として品種改良されて、まあ、あの難期ってうかのために働いたということになります。そうした、えー、いわゆるまあ証拠がですね、手形となって世界各地に残っていると。 まあそういうふうに考えますと辻褄が合いますね、まあ、この辺りからは別のところで紹介しましたので、まあ、この辺りで地球年代今をやめておきます8670年、まあ、人間で言えば旧石器時代もまだ なななっていない時代ととうことになります、まあ、そうした時代からですね、まあ、こうした権力闘争がなされていたということになります。えつまりですね、こうした、まあ、タブレットに書いてあった、記録してあった内容とですね、そして、 現実の洞窟に残る手形とがですね、まあ、一致していくということになります。で、最初の皆さんにお見せした動画をもう一度ご覧いただきます、えー。この緑の線に注意してください。で、オーストラリアがやや逆さまになっています。南極大陸を越えて、そして、えー、あクライブダルマノスですね。 アルルゼンチンチのクエマそして、スペインのアルタミラ、そしてフランスのラスコーへとやっていきます。アルタミラはも,もう少し北部かもしれません、だったですね、それからこれあのラスコーです。そして、最近発見されましたけども、中国の清朝あであの見つかった手形です。 この紹介も別の動画でいたしました。そして、えー、パーテムですね。でから、あの次はですね、これはの一応ボルネン点を取りましたけど、やや右上のスラバシレシそしてオーストラリアのムルカです。ムルカですね。で、こ,のこれも天井画です。そして、一周して、そしてアルゼンチンのブエネス・コヤベダ・マルスに戻って世界をぐるぐる回ります。 でこの、まあ、ジグザグした線になってますけれども、補正すると、まあ、ほぼ直線になるわけですね。まあ、そうした位置に、こうした洞窟,の洞窟が位置,位置しているということです。でそれをこう動かしてみますと、ちょうどこの地球の周辺に色が残っているのわかりますかつまりこの、今言いましたように、この色のついた線はです、ね、マダガスカル海峡を中心として、半径が約9000キロから9500キロのところにあるということです。 でその横に、また右の、東にですね、マ、ま、ダガスカル島がありますけれども、ここにはですね、えー、囲い込み、エンクロージャーが残っています。エンクロージャーと言いますとね、グレートジンバブベだけではなくて、まあこの特にマダガスカル島には何か所か残っています。で、これがロバ・アンドリン・アンドレアンボラですかという囲い込み、エンクロージャーです。これはあの こちらの囲い込みの方はですね、堀になっているんですね。とても人間が登り降りできるような、ではないような深い谷になっています、まあ。巨大なエンクロージャーです。で、私はこの,この、まあ、エンクロージャー、それからグレートジンバベの、えー、遺跡などはですね、かつては奴隷のいわゆるまあ収容所として使われていたと判断しています。そして、まあ、これは今あの、マダガスカルの今のエンクロージャーからー取った点ですけども、距離が。 まあ、ややこう東にずれているって感じがしますね。左の方がやや短く、そして、えー、右の方がねで、今、西の方がやや長いという結果が出てきています。で、この中心はやはりマダガスカルとアフリカ大陸の間のマダガスカル海峡にあると林博士は考えています。そして、クワイベダラマルスですね、アルテミラ、それからラスコー、それから新疆、 ウイグルですねで。ここにも発見されました。これ、ごく最近ですよ。でパーティム、スラウェシュですね。インドネシアのスラウェイシュそれから、オーストラリアもあるかと。それで、こうして、まあ、今のこの点からつないでみますと、まあ、そういった距離にあるということですね。それで、この手形をもう一度見てください。これが、まあ、なんて言いますか、果たして偶然なのかということなんですよね。要するに、同じ書き方で。 同じ塗料を使って、そして数千年以上も現在に残っているということです。大切なことは、こうした事実を、まあ、まず見ることですね。そして認めることだと思いますね。これをああでもない、こうでもないって無理な説明をするもんですから、話がおかしくなってきますし、私たちが考えている考古学というのは、どん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 と歪められてきたということになるわけです。考古学者の先生たちは確かに嘘はつきません。しかし、本当のことも言わない。隠すということですね。 そして自分たちの理論を組み立てているということです。どちらがこじつけということになるのでしょうかということで、続く動画をご覧になってください。Bye for now! で、以上が林博島の Line リトリ r 理論とプラットフォーム理論です。ちょうど1年前に。 2015年5月にそれを発表しましたが、当時はほとんど誰にも理解されませんでした。が、今なら皆さんに理解していただけるものと思います。もう一度繰り返しになりますけども、人間の場合、テリトリー、つまり領土というと面積を言います。が、しかし、ET たちにとってテリトリーというのはラインを言うわけです。 距離のない世界に住んでいるからです。これが人間のテリトリーですね。しかし、ET たちは別の思考回路を持っています。この黄色い線は私のものだ。緑の線はあなたのものだ。ブルーの線は彼のものだ。そして、というようにしてラインを決めていきます。そして、そのライン上に自分たちの拠点を作っていきます。 ですから、同じ地域の中に全く一室の、まあ、遺跡といいますか、今から見れば遺跡、文明が築かれてもおかしくないということになります。つまり、混在しているわけですね。また、このラインテリトリー論を想定しないと、その遺跡の性格を正確に知ることができません。まあ、つまり、このラインそのものがテリトリーである。すなわち、これが林博史の ラインテリトリー理論ということになります。で、上が ET たちのラインテリトリー、下が人間の、まあ、言うなれば面積テリトリーということになります。そして関連性のあるラインは一つのプラットフォームに集まります。えつまりプラットフォームそのものが一人のエイリアンのプラットフォームに集まります。 テリトリーということになります。そしてそのライン上の拠点を管理します。これが林博士のプラットフォーム理論です。ですから、関連性のある現在から見れば遺跡は一つのプラットフォームに集まるということになります。もう一度、この このプラットフォームには、まあ、何本かのラインが集まっています。そしてそれぞれの拠点へとつながっています。このラインは私のものだ。このプラットフォームは私のものだというふうにして、 テリトリーを決めるわけです,ですからこのラインといいますかプラットフォームにはそれぞれ関係あるいは関連性のある拠点が集まるということになりますそうした例を私は3桁以上発見していきましたこれもその中の1つということになりますそして まあこれらの理論、ナスカ理論、ライン理論、ラインテリトリー理論、プラットフォーム理論を使うことによって古代の謎を解くことができます。これもその一例だということになります。つまり同じエイリアンが絡んでいたということになります。ですから同じように精緻な彫刻で知られています。ブルーのラインが オリンピアアテネ、ルンビニ、ラホールですね、ガンダーラ、そしてプレハビヒアを繋いだ線です。黄色い線が平和用から引いてきた線です。で、緑の下の横線がアユタエから引いてきた線です。そしてこの1箇所に集まります。まあ、これが林博史のプラットフォーム理論ということになります。 そしてそれぞれの担当者がいてですねこれは私のラインだ私の管轄だ私のテリトリーだと決めますそしてこれが私のよこれが君のだというふうにして決めていきますこれがラインテリトリー理論でありそしてそのラインが集合して プラットフォームを作るということになります。以上が林宏氏の LINE テリトリー理論とプラットフォーム理論でした。これを使うことによって古代の謎がさらに深く解けるということになります。どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございました。バイ。 hello, this is hiroshi hayashi, japan. today's story is about a very strange water dams in bamian, afghanistan. the dams are in band e national park, or afghanistan's first national park, located in the bamian province, afghanistan. they say that it is a series of six deep blue lakes separated by natural dams made of mineral deposits. バンド・エ・アミール国立公園はバーミヤン地域にあるアフガニスタンの最初の国立公園です。公園は6か所の青い湖からなる湖で石灰沈殿物つまり鉱物体積によってできた自然のダムであると言われています。 バンデー・アミールはアフガニスタンのグランドキャニオンとも言われ、毎年何千人もの観光客を集めているそうです。これがそのダムです。あのバーミアンの石窟から正確に真似し270.00のところ、57km のところにあります。当初、もう2年前ですけども、私はこのダムのことを知ったとき、大変驚きました。小 水たまりにできる自然の造形物と同じ方式でできたというのです。わかりすぎるほどわかりやすい説明です。形もよく似ています。で、その時はそういうものかなということで終わりました。今でもそうです。しかし、あのバーミアンのバーミアンです。で、今回改めて調べ直してみました。 全体に大きく分けて3つのダムに分かれていますが特に注目していただきたいのが中央のダム2です巨大なダムですこうしたダムが鍾乳洞の中の水たまりのように石灰の沈殿物でできたというのですそれは分かりますがそれにしてもできすぎといった感じがしないでもありませんいろいろ謎が生まれます鍾乳洞のような 言うなればミクロの世界で起きることが果たしてこれほどまでの規模で起きるかという謎また流れ出た水が根元のところで塊を作ったり作らなかったりしかも形は深淵ですさらにこのダムもこの辺りに集中し他では見られませんなどなど次々と謎が生まれます特に先週 ボリビアのあのモシホースの湖が人工湖であることを確信した時から大きな謎が生まれましたモシホースには長さが2 0キロ以上の湖もありますきれいに成形された湖ですそれについてのビデオはナンバー14905でご覧になってください私たちは一方であまりにもわかりやすいつまり アカデミックな説明を聞きそのまま鵜呑みにしてしまう傾向がありますそしてそこにある別の事実に気がつかないまま終わってしまうということがよくありますこのバンドアミールのダンもそうですというのもそのビデオはこの後につなげておきますがバーミアンの石窟には明らかにエイリアンの力が絡んでいます繰り返しになりますが そのバーミヤンの中にあるダムです。が、だからといって、即エイリアンに結びつけて考えるのは正しくありません。よく分かっています。だから、私は迷うのです。イエスか、イエスでないのか、ノーか、ノーでないのかと。しかし、同時に、ここが謎解きの面白いところです。今は、この段階では、 ロマンと言うべきかもしれません。が、こうした謎解きでは、イエスであっても、ノーであっても、請求に結論を急がないことではないでしょうか。今回、もしホスの湖が見つかったように、やがてすぐ別の手がかりが見つかるかもしれません。自然の産物だ、自然の産物だ、と言い切って、そのまま思考を停止してしまうのではなく、心のどこかで、 イエスではないのかもしれないと、その可能性を残しておくことです。そういう視点で、このバーミアンのバンドエ・アミールを眺めてみる。ひょっとしたら、遠い遠い昔、別の惑星からやってきたエイリアンが、こうしたダムを作ったのかもしれません。で、今見て,見ていただいているのが、まあ、そのダムなんですけども、えー、その説明をお読みください。 ということなんですね。まあ、先にも言いましたように、あまりにも分かりすぎる、まあ、説明ということになります。で、右下が鍾乳洞の中のですね、まああの、できた水たまりですよね。で、こういう形で、鍾乳洞の中では、こうした、まあ、ダムができるというわけです。奇妙なことに、高さが一定ですよね。鍾乳洞の中の水たまりはですね。 で、私のナスカ理論を説明しますが、ここがナスカです。で、このナスカにはですね、バーミヤンからの、バーミヤンの方を示すまいいますか、バーミヤンの滑走路があります。で、これがその滑走路ですけども、その左が運コ、そして、えー、リュウモンとつな,あのつながっています。この3箇所がですね、このナスカの 平原で一点に集まります。緯度経度はここに示しておきますから、それぞれの地点からここに線を引っ張ってみてください。ですから、これは三加所はですね、見た目には区別がつかないんですね。右からバーミアン、ユンギアン、そしてリュウモンです。で、こういうふうにして、まあ、ライあ、ナスカ理論、ライン理論によって、まあ、世界の謎が解けると言いますか、謎と謎がつながってですね。そして、その向こうに。 一つのセオリーが生まれてくるというわけです。が、互いに影響し合う距離でもないんですね。4000キロ、620キロ、そして4000キロというふうに離れています。が、見た目には、まあ、色を落としていますと、全く区別がつかなくなります。あるいは皆さんは、これは3か所の遺跡がですね、区別つくでしょうか。右からバーミアン、ユンヤン、ロン、ロンメンですね、リュウモンです。そして作り方のコンセプトも全く同じです。 それぞれの洞窟をですね、調べていただければ、それが分かっていただけると思います。で、もう一度検証していますね。で、もう一度、バーミヤンの、いわゆるその湖からですね、まあ、このダムからナスカに線を引いています。で、この、まあ今、あるこの寺院のあるところからナスカの方に線を引いています。で、ナスカには、あの、一本滑走路がありますね。それが先ほど言いました、バーミヤンからの滑走路です。まあ、バーミヤンと今のね、 あのこ,のこのナスカから見ると同じ方向になるわけですね。で、引きますと、こういうふうに滑走路がつながっていると。で、まあ、これは同時に、いろんなふうに解釈できますけれども、バーミアンの石屈を示しているとも考えられますし、バーミアンのダムの方向を示しているとも考えられるわけです。まあ、基本的には石屈の方だというふうに私は判断していますが、で、ダム2をもう一度見ていただきたいんですけども、ここのダムの形なんですね。 で、ここに深淵になっていて、左下の方で尖ってますよね。そこから水が漏れていると。まあ、あまりにもできすぎという感じですよね。深淵形の,の,の形が2つ、まあ、並んでできているということですよね。で、これはまあ自然にできたものであるならば、もう少しこうなってますか。 あ複雑っぽいと言いますかね。自然は直線、曲線を作らないなどと言いますから、言いますが、まあ、もう少しこう、自然っぽいと言いますかね。ものができてもおかしくないんじゃないかなと思いますね。もっともこうした水はですね、低いところは流れますから、低いところがまた高くなり、そして別のところから水が溢れて、またそこの低い部分ができて、そこから水が出るというように、それを繰り返しますから、このように水平面がきちんと同じになるということは、えー、十分考えられます。 で、続くビデオの中で、テリトリー理論、ライン理論、そして、ナスカ理論をどうかご覧ください。では、bye for now。Hello, this is Hiroshihaya-shi, h a m a m City, Japan.What are the platforms in NASCAR?It is platform theory.It's my pleasure that I can illustrate what they are in this video clip. In the following video number fourteen thirty nine, attached to this video fourteen forty three, I would like to make an explanation about the line territory theory, in which I say that lines themselves are sort of lines which indicate that whole area along the line belong to one or one group of ETs as their own property or territory. プラットホームは、それぞれのスタジオのステーションを使うことができる。要するに、アインシュタインが言うにはですね、意識を変えろということですね。謎が生まれた時の意識では、その謎を解くことはできないという意味です。順に事実を皆さんに紹介します。 こうした事実を積み重ねていくと、その向こうに答えが見えてきます。えー、この線は中国の龍門から引いてきた線です。左が空曇るから引いてきた線です。日本の線はここで交わります。この線と線の間を注意深く見てください。右が龍門から引いてきた線です。ドラゴンゲートですね。左が カラクムルですカラクムルは別名キングダムスネークヘビの王国いわゆる大蛇の王国と呼ばれていますその中央にヘビのマークが書かれていますこのマークについて説明した記述を私は知りません右がリュウモンドラゴンゲートです左がカラクムルですねヘビの王国です歴代の王たちもヘビの名前をつけていましたカラクムルです 上の方にスクロール・サーペント巻いた蛇王下の方にグレイト・サーペント偉大な蛇王というのがありますなあちこの両者は蛇に関係しているだからこの2本の線の間には蛇のマークが書かれています次のケースを紹介します中央にプラットフォームが見えます左の縦線は、まあ、中国の周安の東30キロから にあります、平和洋から引いてきた線です。そして、右の方に伸びていく線は、ルンビニ・ラホール、アテネから通ってきた線です。ラホール、すなわちガンダーラ・ビジスのメッカです。アテネ、すなわちギリシャ彫刻のメッカです。そして、まっすぐ行けば、平和洋のテラコッタアーミーへとながります。実際の地球儀の上で見ています。一番右が、プレハビヒアです。そして、ルンビニを通って、そして、 ラホールを通って、アテネを通って、ナスカにやってきます。一直線に並んでいます。次の字です。今度はもう一つの滑走路。この滑走路ですね。綺麗な滑走路です。縦線はテラコッタアーミーから引いてきた線です。テラコッタアーミーからの線はナスカには3本あります。横線は水平線はアユタ,からアユタヤから引いてきた線です。 そしてこの線は先ほど言いましたように、ルンビニ・ラホール、アテネを取ってきた線です。これらの線はここで重なります。なあち、これらの彫刻はそれぞれ同じエイリアンが絡んでいたということになります。ここに点々とマウンドがありますね。このマウンドは正確にアユタヤの方向を示しています。アユタヤも聖地な彫刻でよく知られています。 こうして、関係を持っている関連性があるということにを、このプラットフォームは示しています。左がガンダーラ・アテネ、それからアユタヤです。上が、右上が平和用の兵士です。もう一つのケースを皆さんに紹介します。一番右の赤い線は、大線量から引いてきた線ですが、これが大線量からの線ですけども、細い線ですけども、正確にこの線は大線量を示します。 そして次の線がアメリカのカホキア、そしてサーペントマウンド。大変興味深いことにワシントンからの線もあります。これらの4本の線はこの1本の滑走路につながっています。カホキアマウンドと大線量マウンドの作り,作り方のコンセプトは同じです。実際の地球儀の上で見ています。これはアメリカですね。北アメリカです。 左からブライス・インタグリオス、カオキア、サーペントマウンド、そしてその先にワシントン DC がありますが、まあ、何かの遺跡があったものと考えられます。で、これが大線量ですけども、サーペントマウンドから引いてきた線は、まっすぐと混乱線量を2つにあります。なあち、大線量はサーペントマウンドの方向を向いていることになります。次にこの滑走路ですけども、いろいろと 楽しいことがわかりますここに、まあ、細い滑走路がありますがこれはバリオファイア左がブライス・インタグリオスから引いてきた線です日本の線は重なりますなぜバリオファイアかと言いますとブライス・インタグリオスから0 0 0 0 0 0で北に登りますとバリオファイアに進捗線でつながります なあち、プライスインタグリオスがなぜここに書かれているかと言いますと、Value of Fire を示しているからです。0. 0.000 00度で進みますと、この進捗線下に Value of Fire があります。これが Value of Fire です。火星の環境に大変よく似ている、まあ、山だと考えられています。次のケース6です。ここに滑走路があります。 バーミヤンから線を引いてきますと、この中央やや左寄りの滑走路をきれいに二つに割ります。マウンドも正確に表示してあります。右がユンギャン、運行からの線です。左がリュ,リュウモンですね。リュウモンの線は何本かあるわけです。ですから、これら三者は全く見分けがつきません。えー、一番上がバーミヤン。 4, キロ離れたユンヤン、ンウコです。そして、下がリュウモンですね。これら3者は見分けがつきません。色を落としてみますと、区別がつきません。同じエイリアンが関与したと考えます。そして、ついでに、バッ罰ク窟、ルンファンですね、トンコウです、の、まあ、洞窟も色を落としてみますと、全く区別がつかなくなります。 同じエイリアンが関与していると考えます。ですから地球の上で見ますと、バーミアン、トンコ、ユンヤンは真一直線。トンコでやや北寄りに枝が出ますが、このように一直線に並んでいます。同じエイリアンが関係していると考えます。次のケースを考えてみます。今度は山です。 ナスカの北東部には山からの線が集まるプラットフォームがあります。これがそれです。マッターフォルンですね。それからマウント・アイ・ギュレって言うんですかね。大変奇妙な山がフランスにあります。アイ・ギュレ。そしてウラウンですね。生山中の生山です。 ウランを示すす。直線は十数本ありますこれがニュージーランドのロアペフです。これらの線はここに集中します。他にも3、4箇所、えー空の山や、それぞれの山を示す線がありますが、ここで大変興味深いことに、ここに山のランドマークが書かれています。これを三角形というふうに、まあ、説明している人が多いですけども、三角形ではありません。山です。ですから、ここの プラットフォームには世界,から世界の山々からのラインが集まっています。正確にラインも表現してあります。左がナスカの山です。右がウラウン山です。生山中の生山です。斜めの線も正確に表示してありますね。で、次のケース8です。えー、チェンドゥ、いわゆる聖徒ですね。 そして、生徒と、この線が中国の生徒から引いてきた線です。そして、左がシーアンから引いてきた線です。シーアンもチェンドゥも現在は巨大都市です。生徒はですね、三世帯一席でよく知られ、シーアンは巨大ピラミッドで知られています。が、現在、まあ、こうした都市があるわけですね。同じプラットフォームから出発しています。そして、次のケース9です。カラクムルン。 カラクムルの線は4本ありますが、うち3本は正確に。1本はちょっと怪しいかなという感じがします。左がパレンケです。パレンケの線も2本あります。1本はハチドリのすぐそばを通っています。カラクムルとパレンケです。まあ、よく似てると。同じようなコンセプトを持ったあ遺跡がですね、こうして集まっているということですね。そしてもう一つ。 これがトンコ甲ラインですけれども、トンコ甲ラインは非常に長くて長大です。細いです。まあ、それだけ重要であったということを、こうしてナスカは示しています。横の線がエローラですね。インドのエローラです。これがシギリアラインです。これの3本の線はこのように集まっています。シギリア、トンコ甲、そしてテオティアアカンは新一直線につながっています。 実際の地球儀で見てみます。下がシミリア、上へ行けば TOT 和漢です。その一直線下にトンコバッ光、爆クツがあります。まあ、これらの関係はこの程度の手を置くということは、これ以上まで今のところ明確な答えが分かっていません。次にケース11です。まあ、ここに日本の線が集まってますが、右が霧島、えー、高千穂の峰ですね。 以前は桜島にとっていましたが、霧島の高千穂の峰の方が正確です。右が高千穂の峰、そしてこれがですね、まあ、あの士官とカラル,カラルの日本の線です。で、今度はここはですね、えー、エイブベリーとジャール高原ですね、ラオスの。ともに石、まあ、石ですね、石中でよく知られています。このように、それぞれのまあ線がですね、 こうして、それぞれの地域を示しながら、一点に集まっているということですね。もちろん、グランドクロスを忘れることはできません。縦線はポポカティーペティ、横はイットフから引いてきた線です。こうして交わります。ポポカティーペティ、すなわちテオティア間は地球のハブ空港。イットフは宇宙に向けてのハブ空港と私は考えています。で、結論ということになりますが、これらの事実を積み重ねていきますと、 ナスかのプラットフォームが何であるかが分かってきます。なあち、それぞれのプラットフォームはそれぞれ関連性のあるラインを集めているということですね。そして、それらの、まあ、プラットフォームから出ている直線はですね、それぞれの遺跡,を遺跡を示し、そしてその先の遺跡はそれぞれに関係している。なあち、プラットフォームはステーションであるということが分かるわけです。そして、このプラットフォームがですね、まあ ナスカの私のラインテリトリー理論と重ね合わせますと、プラットフォーム自身が、いわゆるテリトリー、すなわち、まあ、ということになるわけですね。このテリトリーは私のものだ。あるいはこのテリトリーは私の管轄下にあるものだということを、こうして示しているということになります。それぞれのラインは、それぞれの関係している、まあ、遺跡へと繋がっていきます。 すべてがではありませんが、というのはまだ私もすべてを解明しているわけではありませんので、まあほぼ確定したと私は考えています。まあ簡単に考えますと、これがナスカですね。そしてエイディアが言いました。えー、いわゆる教育部門を作れ。人間を教育するのだ。ということで、プラットフォームができました。よし、今度は宗教部門を作れ。人間たちをだな、従順にさせろ。はは。 ということで、宗教部門のプラットフォームができ、そうやってそれぞれのプラットフォームからそれぞれの各地に線が伸びていって、その線の増いはですね、このプラットフォームの管理者、管轄者に属する、なわじテリトリーであることを示します。向こうの方のエリアが言いました。これが私のテリトリーです。わか,かった。じゃあ人間を教育しろ。いいな。あいつは威張ってるから、謙虚さんがなくなってきてる。教育しろ。 もっと従々にしろ。などと、まあ、言ってるかもしれませんね。ですから、アインシュタインはこう言いました。The important thing is not to stop questioning. 重要なことを問うことをやめないこと。今は皆さん、皆さん自身がこうした考古学をですね、自分で検証できる時代になりました。皆さん自身で検証してみてください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Line Territory Theory of ETs Lines themselves are their territory. Here, in this uh, video clip, I would like to explain ETs' concept of territory, which is quite different from that of humans. First of all, we must keep it in our mind that ETs live in the outer space where distance means nothing but more importantly, they use time and directions wherever they go on the earth as well as in the space. for example, they say like this way among them: 25 seconds to the earth by light speed or 25 seconds at the angle of 120.8 degrees to the mars. Eventually, ETs have got a different idea about the distance, or they don't care about the distance since they use such and such craft which can fly as fast as light into space. A distance means nothing for them, or for humans as well, in the near future for the space travel. Then just imagine what the territory is for ETs, or just know. What the territory is for humans. For humans, area or space where we live is our territory. But for it is, lines themselves are their territory. Most probably they say in this way too, when they fix the territory, This is my line and that is your line, which indicates that area along the line is mine or yours. Here in this video clip, I show you three cases for examples with which I would like to explain how I came to find the line territory theory of ETs being based on my line theory, and this is why the same ETs created very similar cultures and civilizations far to each other but on the same line. Let's begin in Japanese. どうして遠く離れた場所でかつ同じ線上に極めて類似した遺跡があるのか同じ ET が絡んでいるからそうなったと考えるのが自然だがこうした遺跡は別のコンセプトを持った遺跡と混在することが多いなぜかなぜかそこで説明したいのが ET のラインテリトリー理論ということになる人間にとってテリトリーというのは面積ということになる 行動半径が限られているからである。地上に住んでいるからである。が ET にとってテリトリーというのは線そのものを言う。これが私の線、あれがあなたの線と。その線上に ET たちは自分好みの文明や文化を築き上げていった。またそう考えることによって先の謎が解ける。例えば4000キロも離れてバーミアンとウンコウの遺跡は全く同じである。 区別がつかない。が、その間にはまた別の線があって別の文明や文化遺跡があるつまりラインそのものがその ET にとってはテリトリーということになるこれがここで言うラインテリトリー理論ということになるナスカ理論を応用しながらそれを説明します、まあ、人間は今見ていただいているようにこの面積を拡充することによってですねそしてその面積をもって ここが私たちの領土だこれ。あそこがあなたの領土だ。というような言い方をするわけですね。しかし、ET たちは別の言い方をします。例えば、このラインがあります。黄色い線。これは私の線だ。緑線。緑の線は君のものだ。ブルーの線は彼のものだ。というような言い方をするわけですね。そして、ラインそのものがテリトリーだということなんです。で、この線上に、まあ、黄色い線上に自分たち後の身の。 と言いますかね、自分の個性が出た文明や文化を築き上げていったということになります。まあ緑の線の、まあ、持ち主もですね、自分の個性、といますか好み,好みに合った文明や文化を築いていったということになるわけです。ですから、遠く離れても全く同じ文明が現れるということもありますしまた、同じ地域にですね、全く性質の違った文明や文化が築かれるということもあるわけです。 まあこういうふうに三つの線があったところにまた新しいまあ ET がやってきてですね、今度は赤い線を自分のものとして、その赤い線の線上に自分好みの文明や文化を築いていく。まあ、現在風に言えば遺跡が残っているということになります。これがまあラインテリトリー理論ですね。まあ、人間のいわゆるそのテリトリー意識とは全く異質のものであるということです。でもう一度比べてみますと、上が ET たちのまあテリトリー コンセプトと言いますかね、えー、概念です。下が人間が持っている、まあ、私たちの持っているテリトリー、コンセプトということになります。で、3つの例を挙げて考えてみたいと思いますが、ナスカです。で、例えば、まあ、この ET はですね、この線は僕のものだと言っています。すなわち、この線上にあるものは、あるいはこの線上周辺が私のテリトリーだというわけです。で、別に ET がこう言いました。これが私のテリトリーだよ。 この黄色い線上、あるいはその線の周辺にあるのが私の、まあ、テリトリーということになるわけです。また別のエイリアンも、これが私のテリトリーだ。するとまた別のエイリアンが、これは私のテリトリーだ。というふうにして、線そのものをテリトリー化するわけです。これがまあ人間と違うところですね。で、なぜこういうことを発見したかということについて、順に言ってますが、その説明をしていきたいと思いますけど、ここに、まあ、あ滑走路があります。 で、この滑走路、上から来たのが、これが、 この、ごめんなさい、ブルーの線がルンビニ、ラホール、それからアテネを通ってきた線で、黄色い線が平バヨ、いわゆるシーアンの西30キロにある平、まあ、バヨから引いてきた線です。で、この2本の線が重なり、横はアユタヤですね。アユタヤ,アユタヤに行く、えー、ラインです。で、実際の地球上で見てみますと、この黄色い線、今言いました黄色い線ですね。えー、ルンビニ、ラホール。まあ、ラホールはやや30キロほどずれますけども、まあ、こうしてその線上にあるものがみんな同じコンセプトで作られた、まあ、 像であるということになるわけですね。で、まあ、こうして比べてみますと、全然違う像じゃないかというふうにおっしゃるかもしれませんけども、続くバーミアンの遺跡などと比べると、全くまあ個性的な、あの、個性というものが浮かび上がってくるわけですね。で、このテ,レテラコッタアーミ。このブルーの線は、アユタヤとテラコッタアーミです。まあ、この関連性については別のところで説明しましたから、またそちらをご覧ください。まあ、要するにこのように、同じエイディアンが絡んでいる場合には、同じような、まあ、えー 印象を持ってますから、同じような雰囲気を持つ文明文化が生まれるということなんですね。左から、こ、ま、れ、あ、ルンビニではありませんけれども、一応、ブッダの像、それからガンダーラ、アテネ、それからアユタヤ、それから平和よ、こうした像が生まれてくるということは、まあ、これらの像の、まね、はです、ね、同じ ET の、まあ、によって指導され、作られたということになります。 もう少しわかりやすい例で説明しましょう。これもまたナスカに戻りますけれども、ナスカのこの辺りを見ていただきたいんですけども、まあ、この線ですね、ここで線が3本重なっていますけれども、順に見ていきますと、右からがこれ、バーミヤンの線です。そして右がウンコ、ユンギャンですね。そして同じ滑走路でもう1本ありまして、これが、えー、リュウモンです。 リュモンですから、バーミアン、ウンコウ、リュウモンの線はこの一点に集まるということです。で、まあ、あのバーミアン、それからウンコウ、それから、えー、リュウモンの遺跡を見てみますと、全く区別がつかないんですね。その間は4000キロ以上離れているんですよ。そして、ここの3つの遺跡がこの一点に集まると。そして、中心部にマウンドも出てきているんですねで。もう一度見ていただきたいんですけど、バーミアンです。そして、ウンコウです。そして、えー、右、左がリュウモンです。そして この3者の間は今言いましたように4000キロですね。まあ、お互いに影響し合うという距離ではないんですけども、まあ、この同じものができるということなんですね。まあ、こういうふうにこのなっていますか、ライン理論で考えますと、あのなぜこうなるかということが分かるわけです。そして、色を落としていますとあの、いわゆるセピアカラーにしていますと、もう区別がつきませんね。ということは、同じエイリアンが関与しているということになるわけです。まあ、作り方をよく比較してみてください。 そして、まあ、同じ文明文化が生まれるということなんですね。まあ、これを説明するためには、ライン・テリトリー理論しかないということになります。もう一つの例を見てみます。えー、今度は、えーもう、もう一箇所別のところなんですけども、ここにですね、まあ、ナスカの滑走路がありますが、まあ、いろんな線が集まっていますが、この細い線は日本の大線量から引いてきた線です。しっかりと滑走路が細いですけども、 まあ長い滑走路が見つかります。これはアメリカのカウキアマウンド。そしてブルーの線はサーペントマウンドから引いてきた線です。この3社はこの辺りに集まります。一番左の白いのはワシントン DC から引いてきた線です。何か遺跡があったはずですよね。そしてこの滑走路で4社が集まりますけども、まあ右3社はですね、ほぼ等間隔に並んでいるのがわかります。なおち、 赤いのが大占領、白いのがカオフア、そしてブルーがサーペントマウンドということになります。なあち、これらのまあ遺跡、現在遺跡ですけども、は同じコンセプトを持って同じエイリアンによって作られたということになります。で、順にアメリカの方で見てみますと、プライス・インタグリオス、カオフアマウンド、サーペントマウンドは、真一直線に並んでいます。 え、カオキアドのエラーは数十メートルもありませんね。そしてその先にワシントン DC がありますが、先ではややずれるというのはワシントン DC は大きな街ですから、点として定めることができません。そして左がカオキアマンド、中央がカオキアマンドですね。そしてサーペントマンド。左が、 やるそのブライス・インタグリオスですけども、あの、ブライス・インタグリオスと、これはブライス・インタグリオスですが、この点と点をつなぐことによって、それぞれの遺跡を示しています。同じようにサーペント・マウンドも、あの、くるくると丸、あのブルーの面を中心、を中心として、点を中心として、それぞれの方向ですね、ぐにゃぐにゃと曲がった頂点をつなぎますと、それぞれの遺跡へと繋がっています。 ギザ、それからあのいろいろありますから、まあ皆さんまあ、また別のところをご覧になってください。そしてこれがカホキアマウンドですけども、作られたコンセプトと言いますかね、目的はほぼ同じと見ます。右が大線量マウンドです。このように関連性があるわけですね。で、じゃあなぜ大線量マウンドかと言いますと、この中央のブルーの線を見てください。この中央のブルーの線はサーペントマウンドから引いてきた線です。まあ 大仙陵はまっすぐとサーペントマウンドそれからその手前では比叡山、それが清水を通ってここへ来るってことですね。を向いているということです。このようにまあサーペントマウンドと、 大戦領は関係があるということですね。で、結論ということになりますが、今日はここでですね、Line Territory Theory というのを説明しました。人間が持っている、まあ、テリトリー感覚とは違うということです。まあ、人間はね、例えば面積を広げることによって、自分のテリトリーということを考えるわけですけども、エイリアンたちはにはその面積と言いますかね、距離感は全くありませんから、ラインを決めて、そしてこれがお前の線だ、私の線だ、この線上はお前に、お前にものだ。 この線じゃ私のものだというふうに線で決めているわけですね。ですから、ナスカには線が集まっていると同時に、えー、いくら調べても距離っていうのは出てこないわけです。まあ、それは当初は私は早い段階でそれに気がつきましたけども、えー、距離というのは関係ないんだ。なぜならば彼らは距離を関係としないような乗り物に乗っているからということになるわけですね。また、その宇宙空間に出てみるとわかりますけども、宇宙空間では距離というのは全く意味がないわけです。 大切なのは、例えばですよ、光の速さで25秒、光の速さで1年間、1年とかね、そういったその数字で表すって言いますか、秒数、あ,あるいは方向で示すってことですね。それが、まあ、ET って言いますか、私たちもやがて宇宙人時代を迎えますけども、その宇宙人時代になった時に、まあ、そういった方法で、まあ、距離を知るってことになるわけですね。いわゆる時間で距離を知るってことです。 まあ、あのね、いろんな惑星、星、全部動いてますから、距離で行ったところで、刻一刻と動いてますから、距離というのは意味ないわけですよね。方向と時間ということになります。それが、この、ええば、l リトリー e r r i の基本ということになります。それを簡単に示したのが、今この最後に結論ということになりますけど、もう一度この図を見ていただきたいと思いますけども、ですから、遠く離れて、それこそ4000キロ、6000キロ離れても、 同じようなコンセプトで作られた、まあ、遺跡が現在見られるということになります。そしてその間には全く異質の,、まあ、あの文明文化が見られるということになります。これが私の言う Line Territory Theory です。またこの Line Territory Theory を理解することによって、さらにナスカリ論、さらに Line 理論を深く理解していただけると思います。ということで、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。Uh, thank you very much and bye for now. Hello, this is ashi, City, Japan. USA 林広林、ハママ CityJapan.USA in NASCAR y 林 's n a s c a Theory n a s c a の USA 林博士の n a s c a 理論常識などというものは18歳の時までに持った偏見の塊であると言ったのはアインシュタインです USA ですここがプライスインタグリオスそこから0.000 00度で北に向かいます そこにバリオファキア,アマウンドです。サーペントマウンドです。そしてその延長線上にワシントン DC があります。場所が先に決まっていたということですね。で、大占領マウンドですね。サーペントマウンドから大占領マウンドに線引きますと、大占領マウンドを真っ二つに、2つに割ります。途中、比叡山清水寺を経由します。 で、ナスカの線と言いますか、その前にアメリカの、まあ、その線をですね、調べてみたいと思います。ライン・ティオリーです。で、まあ、赤い線が、0. 0.000度で北極に引いた線というふうに考えてください。ブライス・インタグリオスです。そこに、バリオ・ファイアがあります。真っ赤な大地、谷という意味です。そして、 カフキアマウンドがあって、サーペントマウンドがあります。その延長線上にワシントン DC がありますが、ワシントン州は大変大きな街ですから、えー、場所が特定できていません。それから大占領ですね。サーペントマウンドから線を引きますと、その線は大占領を2つに割ります。で、それぞれの地点からナスカに線を引きます。ブライス・インタグリオスから。 バリオ・ファイアから。カオフキア・マウンドから。サーペント・マウンドから。ブライス・カオフキア・サーペントは真一直線上にあります。カオフキアでのエラーはありません。で、ナスカを見てみます。USA in NASA です。ここにあるのが、これが、ブライス・インタグリウスから引いてきた線です。 滑走路がありますその反対側がバリオファイアですそしてここにはカオヒアからの某を向かう滑走路がありそしてその横にはサーペントマウンドへ向かう滑走路があります綺麗に重なりますそして大変奇妙なことにワシントン DC からの滑走路もありここには大線両マウンドからの滑走路もあります細い滑走路ですけども反対側が東大寺からです そしてこれらの四社がですね、六社がですね、このようにきれいにここに並びます。特に大戦カ顔吹キやサーペントはほぼ等間隔であることに注意してください。結論は簡単です。アメリカの遺跡、現在私たちの遺跡と言っているものも、こうして幾何学的に、かつ数学的にきちんとアレンジされているということです。それをナスカ理論に従ってナスカで、えー、証明いたしました。 これらの線はですね、点はですね、えー、エイリアンによって、もちろん宇宙から地球を見ることができる人によって、計画され、アレンジされたということです。それともあなたは、謎の迷路の中で、ウォーサーをしますか、uh, ?Thank you very much for watching and see you next time. b y e h e l l o This is Hiroshi Hashi Hamamasu Japan, December t h w h y Japan? なぜ大占領なのかその答えの一つがここにあります。大占領マウンドです。大占領マウンドから270.00、まあ西に行きますと、クロスポイントチャイナに行きます。そして、 右下に行きますとニュージーランドのルアペフです。そして右上に行きますとアメリカのサーペントマウンドです。その間の角度はこのようになっています。計算しますとこうなって正確に120.0、いわゆる3等分しているということですね。ということを、えー、ご理解の上、続くビデオをご覧ください。 Hello, this is Hiroshima Hayashi, h a m a City Japan. 大占量 mount a n line theory.What is 大線量 for? ライン理論で証明する大占量。何のために大占量はあるのか大占量の謎について今日は話します。大占量とは何なのか何のために大占量はあるのかその答えを 話してみたいいと思いますまずライン理論大仙陵とニュージーランドのルアペフ山を線でつなぎます次にアンコールワットとイースター島と線でつなぎますアンコールワットからイースター島その途中にキナバル山がありそして クロスポイント南太平洋がありますそのクロスポイント南太平洋から120.00で東北に向かって線を引きますその線はまっすぐとサーベントマウンドに向かいます北アメリカ大陸に入りブライス・インタグリオスを通り オキアマウンドを通りそしてサーペントマウンドをやってきてその先にワシントン DC があります場所が先に決まっていたということですサーペントマウンドから今度は大川漁に線を引きます大川漁にやってきました注意深く ご覧くださいサーペントマウンドから引いてきた線は大線量を縦に正確に二つに割ります途中で比叡算を経由しますこの線がサーペントマウンドから引いてきた線です ナスカ理論で証明いたします。ナスカです。大線量からの滑走路はあります。次に、カオキアマウンドから線を引きます。滑走路が見つかります。そして、サーペントマウンドです。大変興味深いことに、ワシントン DC からの滑走路も見つかります。これら4社は、 一つのプラットフォームから出発しているのが分かります。拡大して見えます。右から大仙量、カホキア、サーペントマウンド、それからワシントン DC です。ほぼ等間隔に並んでいることに注意してください。緯度経度はここに示しておきます。で、そのサーペントマウンドからの直線に注意してください。その直下に渦巻き模様が見えます。これは渦巻きではありません。 サーペントすなわちヘビですこれら四者はナスカ理論によって相互に関係していることがこれで証明されました次にこれが大線量ですね右上から来ている線が サーペントマウンドから引いた線です。そしてルアペフ山に引いた線がこの線です。その両者の間の角度は120.0です。そして270度で西に向かうとクロスポイントチャイナに向かいます。このように、 それぞれの地点がそれぞれに関係し合っているということです。となると皆さんはなぜサーペントマウンドなのか、なぜサーペントマウンドがここにあるのか、何のために、どうしてということをお知りになりたいと思います。それについては続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello! This is Hiroshi Hayashi, Hama m a t e r Japan, Secret and Mystery of Serpent Mound USA. In Japanese, サーペントマウンドの謎と秘密について、ビデオ化しておきます。このサーペントマウンドは何のためのものなのかなぜここにあるのか、まあ、私の考え方はとてもシンプルだと思います。まあ、あのぐるぐるっと右の下の方に巻いたところありますね。これがあの いわゆるそしてそのぐにゃぐにゃぐにゃと不自然に曲がった蛇ですね。で、とぐろを巻いてる、巻いてるわけじゃないしっていう感じですけども、これはあのエイリアンがあちこちで使う手法なんですね。そして、いわゆるその、 点を、ね、カモフラージュするためにヘビの絵を描いて分かりにくくしたということなんです。まあ、これはあのこれから説明していきますけれども、このナスカから、あの重たった、ね、世界中のキーポイントから点を引いています。そうしますと、この、えー、下がのくるくるっと回ったところで上の点へつながりますね。そして、こういうふうにあの点をあのカモフラージュするためにヘビの絵を描いたということなんです。これ、テオータカンから引いていますと、ちょうどくるくるっと回ったところから、やっぱりこの丸いぐにゃっと曲がったところに点が来ますね。 で、次に今度は北極から引いていますけども、北極もそうなんですね。あの、くるくるっと回ったところに線を引きますと、ちょうど目のあたりに来るわけです。まあ、目かどうかわかりませんけども、この辺に蛇の目があり、口があり、そして卵を口に加えてるんですね。この卵も基準点になっています。このギザのエジプトから引いています。今度ギザ,ギザのエジプトから引きますと、やっぱりこのくるくるっと回ったところかと、その先をぐにゃーっと回った真ん中に来てますね。ここが重要なポイントなんです。というのは、ここが、まあ、あの、彼らの 地図なんですね。で、も返事だらもそうなんですね。で、中心ってから来て、この、あの、真ん中の点がそうですね。あの、三つ書き換えますけど、真ん中の点とぐるぐるっと曲がった点がそうです。それから真顔ですね。トンコです。このバッコウクスもあちこちの基準点になっています。ただ、まあ、あの、これはね、ここではちょっと違うかもしれませんっていうのは、先ほど目の位置とちょっとずれてるんですよね。ですから、まあ、ま、あ この、あとではある、すべてがあるわけじゃありませんので、あの、伐クツは、後で除外いたします。それから、このカラクルム、蛇の王国と言われている、ティオイティアカンをしのぐ大きさのピラミッドが最近、えー、今からまだ十数年前に見つかったんですよ。それも、やっぱりこの点のところを作る。イースター島もそうなんですね。くるくるっと前だたとこから、この角のところに来ているわけですね。こういうふうに、こう、なんて言いますか、あカットとか、そう下の方が正確かもしれませんね。下の方だったらちょうど真ん中通りますから。まあ、要するにこうした点を、あの、 基準点とそれのグニャックグニャッとグニャッ曲がったところとつなぎますとこういうふうにみんなきれいに入ってくるわけです。あのー まあ、この手法はですね、ここだけ見ると、なんで林はですね、こじつけているだけじゃないかと思われるかもしれませんから、もうさらにやってみますと、インディアンヘッドも、ヒ、まあ、ンディアンヘッドはですね、あの、上の方の卵の部分の中心部から来てると私は考えています。あの、二つ基準点があるんですね、上と下とね、出ないとあの、全世界を網羅できませんので、あの、下だけだと90度の範囲で終わってしまうんですよね。これプレイビーヒアも同じようにあると。今度、プレイビー系は、あの、 いわゆるその東半球っていうかね、え、こっから見ると東、西半球ですね。ごめんなさい。で、とえあの、大戦量はですね、これはどうしてかね、これ、あの、サーペントマウンドと関係あるかというと、まっすぐにあの、サーペントマウンドの線が、ね、あの、大戦量二つにもあるんですね。それで大戦量、それからカホキアマウンド、サーペントマウンドはナスカで一点に集まります。ついでに言うとワシントン DC も一点に集まります。カフキア、ここはカホキアマウンドですけども、これもやっぱりこう、こ,これはあの、点と点をつないで、ちょっと、このカホキアマウンドについては厳しいかなっていう感じはします。まあ、しかし、まあ、 一応皆さんに紹介しておきますあのカフキア、それからサンペットマウンド、ンそれからあのブライス・インタグリオスは一新一軸線でつながります。これは何度もあの最近説明していますけれども、このようにですねサーペットマウンドは実は方向を示しているんだとあの。どなたかアメリカ人の論文を見ましたら、これは日没、春分当時だったかな。 えー、ごめんなさい。何かの、その、方向を示してるっいますと、あの、天文観測のためにこんなもん作りませんね。常識で考えてください。そのもん、庭先に石ころを置いておきゃ済む話ですから。これはブライス、あの、皆さんそうですよ。あの、ラスカでもね、あの、し、あの、旬、えっと、当時の時の太陽の日没とか日の出とか勝手なこと言ってますけども、そんなことだったら庭に石ころを置けば大体わかることなんです。これがブライスインタクリオスなんですね。 で、これもその、やっぱり点をカムフラージュするために、この人間の体を描いたんですよ。そして、この点を繋ぎます。逆に点を引、あの、手打てから線を引いてみるとか、ぴったり重なりますから、これはメサベルでですね。U は U、ミスペリングです。ノース、これは北極です。あの、北極から引いてきた線です。これが、あの、あモヘンジョろローから引いてきた線ですね。で、こういうふうに、この点と点をうまく、巻くというか、あの、こうしてカムフラージュするために、あの、 いあえてこういった不自然な人間を描いて、そしてその、だって点だ,点だけじゃ分かんないでしょですからこうして人間を描いて、これはね、チザですね。あの、チリのチザでも同じ手法を使っています。これはクロスポイントサウスアフリカ行くあのラインです。というようにこの、使ってるわけです。さらに、あの、もう一つある、ありますけどね、あの、サンサの大食材も同じ手法を使っています。それをこれから説明したいと思いますけど、もう一つあの、皆さん、見てください。これサーペントバウンドですけど、これはあの、今の先に作ったビデオの 前に、その、今から見るとおととい作ったビデオでしてね、あ昨日ですかごめんなさい。まさに昨日作ったビデオでして、あの、一,一箇所間違っているところがありますので、それ今これを話しながら訂正したいと思います。まず、あ、サーペットマウンドですけども、これは何であるか。それから、えー、なぜこんなところにあるのか。そして、えー、誰がこれを作ったのか。とこまあ、いろいろ謎が湧いてくるわけですけども、まあ、 何のためというか、これはもう方向指示ですね。というか、誰が作ったかエイリアンですね。人間じゃありませんから。人間できるわけないんですから。あの、これが、あの、今言った、その、点ですけどね。点が、あの、こう、あるわけですけど、この点をうまく、うまくというか、カモフラジチするために、あの蛇の絵を描いたわけです。 でないと、あの、点だけでは分かりませんからね。まあ、点だけで分かる方法もあるんですけどね。例えば、オベリスクを立てるとか、石の塔を立てるとかっていう方法もありますけども、分かりにくいんですよね。やっぱ空から見た時には、あの、ど、どの点とどの点繋げばいいんだってなりますからね。これはナスカラインです。綺麗に繋がりますね。目のところ、あ、卵のここですね。それから、あの、つながります。これが、手を手を間からのラインです。先ほど、あの、説明しました。えー、っと、それと、 これがギザラインですね。これもあのちょうどあのぐにゃっと曲がったところのちょうどテーブルといいますかね。その中心部系のわかりますかでこれがあのギ,ギザラインで、それから、 これがガオの線です。これはあのちょっと間違っていると思います。今はまだ隠し持てませんけど、真顔ラインが先であげなっているから来ますけど、真顔はちょっと見つからなかったんですね、実は。あので、これも表現状態。これは綺麗にあに出てきますね。この角角で。真ん中の方ですねあの。星の位置がちょっとずれています。わかりますかあのちょっとそ今の右の星からもう一つ左寄ったところにあったところ来てますね。ですからこれ間違っています、えー。訂正します。それから、 もう一つの例がありますね。これがあのブライス・インタグリオスですけども、これはあのここ1週間内で何度も皆さんに紹介してますので、うんざりなさる方もいらっしゃるかもしれませんけどもあー、まあ私は正直言います。正直言います。のこのブライス・インタグリオスにしてもですよ、サーペント・マウンドにしても、アメリカ人の、ね、考古学者が何十人も何十年もあの研究し続けて、なんでこんな簡単な謎,謎が解けないんだろうって、私は逆に不思議に思いますね。 あれは解けなかったんだろうと。未だに妄想をしてますね。まあ、これはあの、ノースポールから来た線です。あのー、で、これがあの、ジョダロからの線です。そういうことはよくありますね。なんでこんな簡単な謎が解けないんだろう。ナスカラインにしてもそうでしょ。仮想仮想路説はあるんですけどね。その謎がなぜ解けなかったかということなんですよね。まあ、そっちが言えば簡単な謎なんですよ。銅卓についてもそうなんですよ。私、 まあ、やめましょう、そういうことはね。まあ、とにかく、これは、あの、これ、あの、クロストポイントアフリカに行く線です。まあ、こういうふうに、この、なってますか、らそれぞれの点を繋ぐと、それぞれの拠点に行くっていうことです。もう一つの例が実はあるんですね。それがサンサーの大食代で、えー、先日来も紹介しましたけども、あの、この、まだこれいろんな点があるんですけどね、あの、あと、 他の細かいところに繋ぎますとね、こじつけだってすぐ言われますんで、あの、やめました。で、まあ、大きなね、皆さんご存知の拠点と繋いでみました。クスコライン、それからプーマプンク、あの、パあ、ティワナクですね。そして、ティワナクの中のプーマプンク、プーマンプンク、プーンク、ついでに行ってきます。から爆風で飛んでるんですよ、みんな。あの、ナスカライン、爆風で吹っ飛ばされて壊れてるんですよね。これはナスカラインです。あの、また興味のあると見ために、これは南極行くラインです。このようにですね、この点を繋いで、そしてそれぞれの方向を示しているということなんです。 ということで、まあ、ああの、はい。ということで、ちょっとね、早口で喋って申し訳ありません。これはあの、音楽だけで済ますビデオだったんです。では、さよなら。Goodbye. See you a n e x t time. Bye.Hello.This is Hiroshihaya Shihama City Japan.Homeland for people from Mars.My City of Valley of Fire. 火星から来た人たちの故郷。謎の火の谷。 今日は謎の巨人の話をします。道路標識。地球には4人の巨人がいます。1人はナスカ。ナスカの宇宙飛行士です。UK のサン・アッバス・ジャイアントです。そしてアタカマ・ジャイアントですね。で、もう1人は USA のプライス・インタグリオスです。これらの4人は何のためにどうして地上に いるのでしょうか今日はその謎に挑戦してみますがこれらはまさしく道路標識なんですね。が考えてみるとおかしなことですね。エイリアンともあるお方,たお方がですねなぜ地上に道路標識など必要とするのでしょうか。人間だってナビゲーターを持っていますよね。何のために どうして、なぜ彼らはここに立っているのでしょうか。その前に、これらの4人について調べてみます。ギザのピラミッドから線を引いてみます。ナスカの宇宙飛行士です。まっすぐと縦にあります。ということは、宇宙飛行士はギザのピラミッドを示しています。UK のサン・アッパス・ジャイアントです。ここにはルンビニから線を引いてみます。 釈迦の生まれ育ったルンビニです。この立っているものは正確にルンビニを示しています。そしてアタカマジャイアント。ギザのピラミッドから線を引いてみます。すると、その線はまっすぐアタカマのジャイアントを割ります。ということは、アタカマのジャイアントはギザを示しています。で、ブライス・インタグリオスは簡単ですね。北極から線を引いてみます。北極点からね。なあち、 これらの4人のジャイアントはそれぞれ4つの拠点を示していますが、ちょっと待ってくださいね。で、もう一度喋べり直してみますと、これらの4人の巨人は別の場所を示していることがわかります。なおち、ギザのピラミッドの方向を示しながら、実は、えー、オランティータンボを示しています。その真直線下にオランティータンボがあります。 でからサンアッパスジャイアントはルンビニを示しながらカスピ海の東岸の砂漠地帯のどこかを示しています。まだと場所は特定できていません。そしてアタカマジャイアントはギザのピラミッドを示しながらその途中のサラーデコイパサを示しています。で、残ったブラウス・インタングリウスは北極の方向を示しながらどこを示しているか。 という問題が出てくるんですね。で、今日はその問題について一つの例として考えてみます。ブライス・インタグリウスの巨人は何を、どこを示しているのかという問題なんですね。しかし、その謎は簡単に解けますネ。ネバダの火の谷ですね。で、ブライス・インタグリウスから0.00度で北に線を引いてみます。その線は 進捗線に日の谷へ向かいますここが火の谷です。真っ赤な大地ということから火の,の谷と呼ばれるようになったそうです。まあ、空から見るとそれほど赤くは見えないんですけどもね、写真の中には真っ赤なものがあるんですよ。ここなんですね。こののの谷の まあ山の頂点からナスカに線を引いてみますこういうケースの場合、一番高いところの頂点から引いてみると大変分かりやすいですよ。ここがナスカです。この滑走路の向かって右側の方を見てください。まっすぐと線が重なりましたね。ということは、この滑走路は火の谷を示しているということなんです。もう一度やってみます。 リード経度はここに示しておきます。で、今度は反対側。今の滑走路、同じ滑走路の今度は向かって左側です。ここを注目してください。この線は実はブライス、インタクリオスから引いてきた線なんです。重なりましたね。これでもう確定的ですね。必要十分条件を兼ね備えました。なあち、これの滑走は右はバリオファイア、左は プライスインタグリュスを示しているということなんです。こうしたケースは他にもあります。左の方がアタカマライン。そしてこれがサンアッパースラインで、同じように、まあ、この辺に、えー、巨人の空の線が集まっています。丸のところで重なっていることに注意してください。では、ナスカ理論をもう少し説明します。同じ プラットフォームで似たような場所を示すケースは多いです。ユンギャン。それから左がリュウモンです。ですから見た目には区別がつきませんね。同じエイリアンが同じように関与したということなんです。それからカラルと、それからシカンです。これら二つも同じエイリアンが関与しています。ですから同じプラットフォーム、ランウェイから出発しています。それぞれ移動系統はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。 そして大変面白いことにこれが富士山から引いてきた線。左が桜島から引いてきた線です。あるんですよ。そして富士山から引いてきた線はこの奇妙な形をした地上絵の上を横切ります。これは日本の本州を示しています。そして線と線が重なったところがちょうど日本の富士山の位置と一致します。これは、 ナスカの中の日本というテーマで以前ビデオを作りましたので詳しくはそちらの方でご覧くださいわかりますか正確に一見雑な絵のように見えますけれども正確に富士山の位置それから日本の本州の位置を示しているのがわかりますなあち左が富士山からの線ですよねそしてその横切るところに ちょうど日本も、日本て言いますか、本州の日本が、富士山があります。では、火の谷に戻ってみます。この火の谷をご覧ください。誠にもって、なんて言いますか。はい。奇妙な山であります。そして山の、えー、やや北側ですかね。こんな、まあ、自然にできたとは、とても言い難い。平らな土地がやっぱりあるんですね。 なぜ平らな土地かもう皆さんお分かりですね。着陸台なんですね。ここにはかつて巨大な UFO、彼らの乗り物が着陸したと考え,られ考えています。そしてこの死の谷の写真をよく見てください。 で、この死の谷、火、えー、の谷とでごめんなさいね、えー、サラデコイパサと見比べてみます。ボリビアのサラデコイパサです。これは以前、火星人の、から逃れてきた人たちの故郷であると証明いたしました。この、えー、サラデコイパサの大地と、そして、火の谷、v a l l ファヤと比べてみましょう。上がサラデコイパサ。 下が、ファイアバ e v ファイアです。色を落としていますと区別がつきませんね。ということは、これらが、これ、こうした土地が彼らの好みなんですね。では、ブライス・インタグリウスの答えを示します。先ほどここにクエッションマークを書きましたけども、ここに書く、おお置かれるのが当然、火の谷ということになります。バ a オファイ f f になります。そして、 えー、エロンゲイティブンィコンヘッドマンはですね、えー、カスピ海の東、それから、あーアタカまでも活躍しています。そして、多分、アメリカにもいたのでしょうね。ということにな,るなります。なあち、これらの人たちは、これらの絵を描いた人たちは、火星からのエイリアンということになります。そして、人間よりははるかに利口であったにしても、いわゆるロークラスの エイリアンであったとということなんですですから彼らは道路標識を必要としたんですね。まあ、エイリアンの世界ではですね、こう言ってるんです。おいたちは低層階級だからな。だから高度なテク,テクノロジーは持ってないんだよ。また作れないんだよ。またな、その高度なテクノロジーを交換することはエイリアン同士では固く禁じられてるんだよな。人間の皆さん、エイリアンが簡単に。 地を与えててくれなんて思っちゃダメだよと火星からのエイリアンはそう言いました。ということで今日の話を終わります。楽しかったですかそれでは、Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshiyashi, h a m a m a s i Japan. Japan is a land for gods. I say Japan in Nazca. 日本は神々の国だった。Nazca の中の日本。It's my pleasure that I can prove what I'm saying here is correct and true with evidence. そのことを証拠を添えてこのビデオの中で証明いたします。まさに日本は神々の国であった。その証拠が 平原に残っていました私のことを疑う前にどうか続くビデオをご覧くださいあなたも私の言っていることに納得するはずです日本列島を示す地上絵がありその横には日本の滑走路が走っていました一本は日本の桜島もう一本は 日本の富士山です。す。位置も一致していい。まどうかご覧ください Thank you. Hello. This Nathuka Hello. Japan you. theory. is Evidence was for 日本は神々の国だった。 ナスカ理論による証拠と証明です。私はこのビデオの中でですね、日本という国がですね、神々の国であった。今もそうだということを皆さんにお伝えしたいと思います。バカげているというふうにねあの、言う前に10分だけ時間をください。これがナスカです。ナスカ、まあ、平原といいますか、高原ですよね。このナスカ、 高原の平原のですね、一角に滑走路があります。この滑走路です。井戸経度はここに示しておきますから、皆さんご自身でご確認ください。これが桜島です。鹿児島湾の中にあります。これが富士山です。 この看護師島の桜島と富士山から線を引いてみます。ブルーの線は桜島から引いてきた線です。上の黄色い線は富士山から引いてきた線です。こうして日本の線が並びますけれども、ここに奇妙な絵があります。 これをぐるっと回転してみます。半時計回りに回転してみます。こういう形になります。この形と日本列島の地図と比べてみます。北海道と四国を取ります。その理由は後で話します。そして、 この形を比べてみますと一見雑なように見えますけども正確に日本列島の本州を表していることが分かりますそしてこの緑の線は富士山から引いてきた線ですそしてこのナスカの標識とここで重なりますその位置はちょうど地図の中における富士山の位置と一致します橋と橋をつないでそして 富士山のあるところをつないでいでます,すなわち富士山からの緑の線左のですねナスカの線は正確に日本列島の中の富士山の位置を示していることになりますではこの赤い部分は九州なんでしょうかそれともそうではないのでしょうかその答えは実は前方後円墳にありました これれは、前方後円墳と呼ばれています。では前方後円墳がどういう意味を持つのか皆さんにお話ししたいと思いますが林哲也さんがですね、えー、掲示板の中に、えー、前方後円,後円墳とですねアフラマザーの がですね、神剣、すなわち王剣ですね。いわゆる渡すその和とリボンのついた和に似ているということを教えてくださいました。これがアフラマザーの和と、それからリボンですね。リボンあ・リングというふうに表現されています。そしてこれは、あシンボル・オブ・キングシップというふうに英語で訳されています。王剣ですね。えー、いわゆる地球、地上のです、ね、統治権を人間に渡すときに、 これをまあシンボルとしてアフラマザー神々は人間に渡していましたアフラマザーが渡しているところです丸い輪にリボンがついているところに注意してください丸い輪にリボンがついてますねこれが王権なんですねで日本のしめ縄はその形をかたどったものだと考えられます そしてそれが現在に残っているわけですね。丸い輪にリボン、短冊ということになりますね。比べてみてください。これでなぜ日本にしめ縄があり、なぜ日本に前方後円墳があるかということをがですね、皆さんにも分かっていただけると思い,い,ただけたと思います。そしてそれはですね、マヤ。 それから、インカにも同じものが残っている、残っています。丸い輪にリボン、短冊ですね。そして、今日は紹介しませんでしたけども、エジプトでも同じものが見つかりました。こうして並べてみてください。丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、丸い輪にリボン、世界中で見つかっています。すなわち、これが 神がですね、人間に渡した王権の象徴ということになります。ここは神々の、これは神々の紋章であるという意味なんですね。そしてその紋章をですね、神々は日本ランドの上に直接描きました。空から見えるように、宇宙から見えるように、そのマークを置いたわけであります。それが前方後円墳ということになります。すなわち、この土地は神々の土地であるぞということを内外に こういう形で示したわけであります。なはち前方後円墳というのはですね、この土地は神に属する土地であるということを示したわけです。検証しています。前方後円墳というのはですね、全国で706箇所登録されています。まあ、全部を紹介しきりませんでしたけれども、その706の 前方公園。他にもいろんな古墳がありますよ。小さな円墳も入れればもう無数にあるわけですけども、この前方公園墳がですね、あるところを調べてみますと、本州に623。そして九州に70。四国にも少しあります。それはあの、瀬戸内海沿いにあるわけですね。13個あります。数は、あの、 まあそういうい、ね、合計で706か所で前方後円墳が登録されています。なおち、前方後円墳がある土地は本州と九州だけというふうに考えていいわけですね。四国にも少しありますが。となると、神々は神々の都市として選んだのは本州と九州ということになります。ですから、ナスカの標識には本州と九州が 描かれているということになります。となると、下の左下のです、ね、この、まあ、グリーンで示したあ場所はですね、九州ということになります。九州はまさに大きさから比べてもまさに神々の、えー、島であったということがこれでよく分かります。結論から言いますと、このナスカの表、えー、に描かれたこの絵はですね、 まさに日本の土地、日本ランドを示しているということです。日本ランド、すなわち本州と九州を示しているということです。そして、えー、本州と九州がですね、まあ、だ,だから、前方後円墳は本州と九州、まあ四国にはありますけども、に見られるということです。そして同時にですね、こうしたランドマークがあること自体がですね、もう一度、あの、富士山の線を見てください。 こと自体が日本がですね、神々の国であるという証拠になります。いかがですか